皆さんこんばんは。はい、金曜茨城サイト店ということでお久しぶりですね。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。よろしくお願いします。あれ、真ん中の店長、なんか久しぶりのような気しますけど。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。じゃあお名前ね、またこの番組初めて見られた方もいらっしゃると思いますので、どちらの店長なんですか？はい、はじめましての方、はじめまして。はい、はじめまして。以前は貴公な JR 奈良駅前店にいまして、はい、トミーウェスカーの下で、はい、お、何度かニコラマニア出演させていただきましたけれども、はい、今なんと貴公なキセラ川西店という、あの新店に、あ、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。A 店と、ありがとうございます。そうなんですよね、なんと、はい、キセラ川西店ということで4月23日はい、4月23日グランドオープン、やっと皆様にご案内できる日がやってまいりましたので、ちょっとこの場をお借りしてご案内させていただこうかなと思います。素晴らしい。はい、じゃあ総台数とかはもう発表できててるんですかね？はい、大丈夫です。ホームページでもご案内させてもらってるんですけれども、はい、4円パチンコが400台、はい、お、400台、お、1円パチンコが160台、はい、おうおう、20円スロットがなんと茨城サイト店よりも多い320台。うそやん。素晴らしい、おめでとうございます。320台です。おめでとうございます。ってことは合計が880台になります。おー、はい、サイトは1040ですよ。1040ですけども、ね、はい、ちなみにあの皆さんの質問でですね、はい、キセラ川岸って書いてるけど、キセラってどういう意味ですかって言われてますが、ちょっと都市開発が進んでおりまして、はい、その一帯の地域をキセラと、はい、はい、なるほど、なるほど、そうなんです。そしてキセラ川岸店という名前がついてる、はい、めっちゃおしゃれっすやん。おしゃれです。茨城サイトなんかね、全然こら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 、あ、880台全部ガロなんでしょうって言われてますけど、ガロは、はい、ガロ金色は40台設置しております。あの、はい、頭が40台出てくるわけですね。はい、40台出します。本当にキラキラ地名かって言われてますけどね。そういうことじゃないですけどね。はい、あの、今日宮店長がね、あの、なんとお忙しい中、告知でね、いらしていただくということで、あ、かっこいい名前って言われてますけどね、キセラ川西。あ、ありがとうございます。かっこいいっすよ、キセラ川西。そうね、斬新な感じですよね。ずるいわ、はい、じゃあ茨城サイトもなんかキセラかなんかつけたいじゃないですか。つけましょうか、カタカナ。はい、いいんじゃないでしょうかね。あ、サイトよりおしゃれですごいんだって言われてますけど、横文字のキコーナーはおそらく初めてかと思います。そうですね、あの、なかなかないので、まあでも一応茨城サイトもキコーナータウンってついてるじゃないですか。あ、いや、まあまあタウンね、いや、でもそれはまだちゃいますやん。違う、なんかちゃいますやん。わかりました。じゃあ、宮店長ね、告知じゃ あるということで教えていただいていいですか。はい、すいません、はい、なんと日付が変わりまして、はい、今日からですね、はい、4月18日より、はい、新規会員様の募集をさせていただくことになっております。おめでとうございます。今日から、今日からですね。今日からです。もう今日の11時から22時までになるんですけれども、はいはい、今日から4日間、はい、21日まで、はい、会員募集となっておりまして、はい、はい、一応のお時間に8時になってますけど、22時でよかったですか？20時ですね。20時です。あ、すみません、20時です。店長大丈夫？お忙しい。ちょっと、すみません、ちょっとね、はい、久しぶりに茨城サイト店戻ってきたんで、ちょっと懐かしさを感じております。あ、なるほど、はい、あ、これ全部ボンド店長のせいということでよろしいですかね。僕2年前までサイトいたんで、はい、あ、そうなんですか。そうなんです、はい、じゃあ古巣帰ってきたということで、ね、そうなんです、懐かしいなと思ってます。はい、時間ね、もう一回言いますと、4月18日11時から8時までは、まあ、こちらの在住の方ちょっと限定になるんですかね。はい、18日のみ、はい、川西市、稲川町、豊野郡、はい、池田市、はい、宝塚市、なるほど、伊丹市、はい、豊中市在住の方限定なんですけども、なるほど、19日から21日までは同じ時間で、はいはい、北海道から沖縄まで、なるほど、どちらの方でも会員登録いただけますので、なるほど、南は沖縄から北は北海道まで、はい、2回言いましたけども、はい、そうですね、どなたでも、はい、全国 ね、はい、来ていただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、あの、グランドオープンのスケジュールが発表されたというふうに聞いておりますので。そうなんです、はい、グランドオープンのスケジュールなんですけども、はい、ちょっと混雑防止のためちょっと時間が短くなってしまって申し訳ありませんが、はい、4月の23日が13時から20時、はい、4月の24日が
13時から21時、はい、4月25日土曜日が11時から22時、はい、4月26日も11時から22時、なるほど。そして4月27日より10時から22時40分に、あ、なるほど、はい、営業させていただきます。通常営業、通常営業になりますかね。はい、わかりました。こちらね、ぜひ皆さんじゃあ要チェックということで、はい、はい、要チェックでお願いします。宮店長もね、なんとあのこの茨城サイトにいらっしゃったフェイクスマイルさんね、鈴木さんも、あ、そうなんです、川岸に移動になりましたので、はい、そうなんです。ぜひね、嘘の笑顔を見に行ってみてください。はい、多分喜ぶと思います。そうですね。はい、あとあの地図の方だけね、軽く出していて、出してるんですけども、まあ、はい、川岸警察署南支部ということで、もう警察署が目の前に見えております。なるほど、これ、はい、電車は一番近いのは何駅になるんですかね。阪急の野瀬口駅、はい、もしくは、はい、絹延滝、この、はい、この辺りになりますので。なるほど、はい、JR だと池田駅、はい、シャトルバスも出ております。なるほど、はい、先ほど P ワールドの方でね、ちょっとお店確認しましたところ、まあ、全部シャトルバスの時刻表も出てましたので、はい、もう全て出ております、はい、あとそうですね、整理券の、案内も P ワールドの方に全部載ってましたので、はい、ぜひ気候のキセラ川岸店で検索していただきましたら全部載ってますので、はい、アプリ、メール、全てでご案内させていただきますので、はい、要チェックということで、はい、お近くの方もしくはね、会員募集行きたいという方はぜひ、川岸店よろしくお願いします。お願いします。皆さんお待ちしてます。はい、もう一度質問来てるんですけど、はい、キセラってもう一回教えてくださいって言ってますけど、キセラという今都市開発が進んでおりまして、はい、ちなみにあと1年後ぐらいらしいんですけど、はい、お店の後ろに川が流れます、はい、あ、そうなんですか。はい、遊歩道を作られるそうで、はい、散歩がてらキセラにこう裏口から入ってこれるという今都市開発中でございます。いいな、おしゃれやな、なんかスーパーおしゃんてぃ、はい、スーパー銭湯できたり、なんかスーパーいっぱい来たり、マンション建ったりっていうのは今都市開発中でございますので、まあ、その意味を込めてね、キセラっていう風に名付けられたらしいので、はい、皆さん覚えて帰ってくださいね、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、宮店長はね、ちょっと明日から忙しいということで、はい、もうちょっと会員募集の準備にまた戻りますので。わかりました、ちょっとね、体を気をつけて、ありがとうございます。お迎えてください。ありがとうございました、本当にありがとうございました。またぜひニコ生も出てくださいね。はい、また近くなんでね、はい、サイトから30分ぐらいで来れる距離なんで。なるほど、はい、じゃあまたこの辺のね、お客様も行けるんじゃないかなと思いますので、そうですね、ぜひよろしくお願いします。この辺のお客様はサイト店に、ね、はい、この辺のお客様はサイト店に。なるほどね、なるほどね、はい、どっちも行ったらいいんじゃないかなと。どっちも行きましょう。そうそうそう、そうですね、よろしくお願いします、はい、皆さん、はい、よろしくお願いします。宮店長ありがとうございました、本当に。ありがとうございます。皆さんすみません、お先に失礼いたします。はい、またね、よろしくお願いします。はい、お願いします。お待ちしております。お待ちしてます。ありがとうございました。はい、オッケーですね。はい、大丈夫ですかね。はい、ということで、ここからはね、もう茨城サイト店のスタッフでやっていきたいと思いますので、そうですね、よろしくお願いします。お願いします。あれ、なんか新しい人いますけど、あれ、僕ですか。あれ、え、あなた、あ、え、あなたこの間出てたよね。この間お前4年目とそうそう、4年目って言われてましたけど、ね、仕事に座って、はい、いや、久しぶりですね、ナルシーさんね。ああ、久しぶりだ、覚えてくれた。ああ、覚えます。あ、宮手以上、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。カットインということで、ね、ありがとうございます。はい、ね、ナルシーさんと本日、あとね、こちらから左に向かって、お、新キャラですか。新キャラか、気づかれました。やっとちょっとね、緊張されてるということで、じゃあ自己紹介お願いしてよろしいですか。はい、ニコーダー2年目になります。はい、モンティ吉本とお呼びください。はい、よろしくお願いします。お願いします。モンティさん、はい、お願いします。はい、ありがとう。え、なんかえ、もう出落ち出落ち紹介だけちょっとね、フレッシュさありますけどもね。そうですね、はい、今日はね、2年ですからね。じゃあボンド店長とナルシーさんとモンティさんで、はい、今日は何打つんですか。今日はね、はい、ゼロです。あ、ゼロ、はい、まあね、結構何を打つか迷ったんですけど、そうなんですよ、やっぱりまあこれが今一番人気あるというのも、ね、一番人気あるやつがええんかなと思って、まあ、あとはボンド店長ね、やっぱりちょっと最近いいところがね、あんまりないので、ちょっと今日は見せますよというふうに言ってたんで、やっぱりマックスでちょっといいとこ見せて、はい、見せたい見せたい、もう見せたいのよ、もうね、ちょっと満州ゴーフまだ出ないんでね、はい、哲也はちょっと甘じれるのをね、ちょっとお待ちくださいということで、お待ちください、はい、本日はね、ちょっと CR0 を、はい、この3人で見せプレイ対決していただきますのでね、はい、はい、よろしくお願いします。マヤさん、お願いします。うちの告知もちょっとしていいですか。しときますか、じゃあね、いい、はい、もうサクッといきますんで。サクッといきますか、はい、あ、いいですよ。
見えますかね、はい、見えます見えます、16日木曜日ですね、はいはい、昨日、まあ、一昨日か、はい、リフレッシュオープン、完了しました。なるほど、あの、はい、台結構ね配置変わりましたね。そうですね、台配置も変わったし、はい、でまあ、装飾とかも変更したりとか、はいはい、ジャグラー地域最大級のジャグラーなんですけどね、これ、はいはい、一機種見えますか、一機種、ね、増えまして、ゴーゴージャグラーが、ああ、新台ですね、はいはい、80台、80台、7機種80台ということになりましたんで、あ、めちゃめちゃ多いですね、はい、もうジャグラー打つなら、サイトで、茨城サイトで、はい、みたいな感じですね、はい、で、もう日付変わって、今日はですね、はい、デビルマン、はい、あ、そうですね、はい、18日、はい、18日から5台、ねね、解禁ということで、はい、解禁ということで、はい、まあ、こちらもありますんで、そうですね。ぜひ打っていただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。あとはですかな、20日に、修羅の時とかね、そうそうそう、20日に、天出寺の高田組とか、はいはい、あとはダンバインでしたっけね、ダンバインですね、ダンバインですね、はい、こちらが稼働開始ということでね、はい、そうですそうです、こちらもまあ月曜日からになりますのでね、はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、ついに七海入ったんですかと言ってますけどね、七海は申し訳ございません、入ってないということでね、はい、じゃあ今日はね、この3人でゼロ、見せプライ対決していただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。席順どうします？店長は僕は一番手前で。手前でいいですか？はい。じゃあナルシーさんとモンティさんどうします？真ん中行きます。真ん中行きます？玉は？あ、これ？あ、出玉あります？はい。じゃあね、ちょっとお待ちください。まあね、今日ちょっとね、関東もゼロなんですけど、まあ、関東に負けないぞというふうにね、う店長が言ってましたんで、はい、はい、いいとこ見せたいんで。そうですね。店長さん、吉本新喜劇に出てそうですねって言われてますけど、で誰ですか、店長僕ですか、思いますか、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、褒め言葉として受け取っていただきます、はい、永遠のゼロと言ってますけどね、はい、金曜茨城サイト店、パチンコパチスロ美しく勝って見せたボン勝ち、本日はね CR、ゼロで、この3人で見せプライ対決していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではシダスタート、お願いします。あ、店長見てるぞと言われてるんで、 ありがとうございます、頑張ってくださいね、頑張ります、はい、あとねナルシーさんとモンディさんも頑張ってくださいね、はい、はい、ナルシーさんどこに久しぶりなんでね、いや僕ね2回出てるんですけど今まで、はいはい、今日3日目3日目、そうですね、毎回プレミア出してる、そうですね、結構あのリングの時もそうでしたしね、そうそうそう、いい働きしましたけども、そう前回転となんか、そうですね、モンティさんもね、はい、あの初めてですけども、はい、引きの方はどうなんですか。いやもうパチンコは負けてばっかりなんで、ここでは見せたいと思う、あ、見せたい、はい、じゃあぜひちょっと見せプレー対決ですのでね、はい、頑張っていただきたいと思います。そうです、はい、はいはい、大丈夫です、はい、音聞こえてます、音聞こえてますよ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、 OK、 これあのゼロ僕初めて打つんですけど、はいはい、演出はこれはファイナルの演出ですか。あとね、役物があの初代ゼロな感じですね、あのシャキーンっていう風に、ああ、なるほどなるほど、ガロ、はい、ガロ、初代ガロですか、はい、あ、なるほど、満州小僧2666でボンド定長引き戻ったって言われてますけど、引きは戻ったかどうかは今日見てください、はい、じゃあ今日お見せいたします、はい、よろしくお願いします、はい、お任せください、はい、ね、今日も、たくさんの方に来ていただきましてね、ありがとうございます、いつも、はい、それでね、コメントの方も読んでいきたいと思います。あ、待ってるよってことでね、ありがとうございます、おはようございます、おはようございます、待ってましたってことでね、ありがとうございます、はい、こんばんは、沖縄から応援してます、新人さん頑張ってってことでね、あ、これは、モンティさん頑張ってくださいね、ありがとうございます、いいですよ、ここカメラあるんでこっち撮ってください、はい、OK です、A 店だねとか、宮店長ですね、皆さんこんばんは、おめでとう、まいまいさん、 JP 先生、ボンド店長、皆さんこんばんはってことでね、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、キセラって何ってね、いっぱい言ってましたけどねいや、みんな気になるんですね、まあ、確かにね、普段聞き慣れない名前ですけどね、キセラってそうですね、ね、確かにどんな意味なのかなっていうのありますよね、おめでとうございますって、もうパセラでいいやんってね、かっこいい名前と言われてますけどね、かっこいい、北斗刑事何台と言われてますけど、川岸の方はですね、多分 P ワールドにあの台も全部載ってたと思いますので、そちらまたチェックしていただきたいと思います、お願いします、南モンブラン市みたいだねって言われてますけどねこれキセラのことかな、あ、なるほどね、はい、今度店長楽しみにしてましたよって言われてますけどね、あ、お前か、ありがとうございます、はい、じゃあ
いい顔しますね。もうね、相変わらずこのカメラの位置を把握してらっしゃるんでね。はい、把握しきってますからもう。そうですね。宮店長はこれから忙しくなるね。そうですね。まだかね。で、気候なキセラって何、どこでもドアがあったら行きたいなと言ってますけどね。はい、整理券なんか配んのってことでね、こちらもあのホームページ載ってましたので、ぜひ確認していただきたいと思います。茨城サイトは明日は整理券配布はありました？整理券配布はない、あの通常通りです。あ、なるほど、わかりました、はい、またその辺も、ホームページ見ていただけたらと、ね、9時半からあの、はい、当日の券配りますので。あ、なるほど、じゃあそちらで、はいはい、来ていただけたらなと思いますので、お待ちしております。何かあったら警察にすぐ行けるのねって言ってますけどね。そうね、はい、そうですね、近所に住む人専用とかにオープンはしないんですか？あ、プレオープンとかの話かな。あ、キセラーに関してはちょっとその辺の情報はないですけどもね。どうですかね、こんばんは。え、30分後にキセラの意味もう一回聞きますって言われてますけどね。皆さん覚えておいてくださいね。はい、大当たりゼロと呼ばれるお礼って言われてますけどね。ナルシスト、シャクレ、あ、店長の履歴書めっちゃ面白かったですよって言われてますけど。いや、あれはね、あれは悪意ありますよ、ほんまに。あとやった、うん、あれさ、いやー、なんか犯罪者みたいな顔になってましたけどね。面白かった。カラーやったら全然違いますから、ほんとに。あ、なるほど、普通ということでね。ちょっとまあでも、若そうな感じはありましたけどね、やっぱり。そうね、髪もね、はい、めっちゃ長かったんですよ、昔。でしょうね、まあ、あれぐらいもじゃもじゃやったかもしれないですけど、ね。いや、もじゃもじゃではないな。もじゃもじゃではない。なるほどね。いけてる感じのやつです。あ、いけてる感じのやつ、自分で言っちゃったけど、ね。言っちゃいましたけど。はい、モンティーパンチ、モンキーと言われてますね、こんばんは。で、パチ屋の常連が同じマンションの住人だった事実。あ、そうなんや。ちょっと気まずいかな。ちょっと仲良くなってみてください。皆さん、お晩です。今日も山形県から見てます。ありがとうございます。満州小僧2666でボンド店長バンバン出してください。はい、出します。ありがとうございます。モンティアのナルシーはゼロでいいけど、ナムナム店長は徹夜うちやと言われてますけど、ね。打ちたくはない。打ちたくはない。もうだいぶトラウマ、トラウマ、トラウマになって。装飾男子か。今日何打つのってことでね、CR0 打ってます。デビルマン、チビルマンってね、年間打つんだいってことでゼロですね。ゼロ、永遠のゼロ。店長見てるんで頑張ってくださいって言われてますね。頑張ってください。はい、修羅の時は今も漫画読んでますよという人もいますね。あ、そうなんですか。これ何でした、マガジンでしたっけ。だいぶ長い漫画ですけどもね。いや、はい、僕ちょっと分かんないですね。あ、そうですか。はい、私もあのマガジンはあのバスケ漫画やってるんでそれだけ読んでたんですけど、あ、なんかそれに修羅の時確か一緒に載ってたような気がしますけどね。またお話教えてくださいね、知ってる人ね。あ、今日ゼロで7連しました。あ、おめでとうございます。これ7連言うたらでも2400やから。結構大きいですね。おめでとうございます。すごいな。店長ノリノリってね言われてますけどね。はい、絶望。満州小僧に666ボンド店長引き戻ったって言われてますけど、どうなんですかね。プライベートどうですか。実はね、プライベートが今全然行けてないんですよ。あ、ちょっとお忙しい感じですかね。はい、ちょっといろいろ忙しくてですね。まあでもプライベート強い人はね、ニコ生大概引けないんで。そうです、そうです。まあニコ生のためにね、ちょっと引きをね、食べてる感じかな。食べてる感じですね。って言うて何週間経ってるかの感じですけどね。ずっとそれ言うてはる気がしますけどもね。かれこれ4ヶ月は経ってますね。そうですね。年明けからあんまりいい成績ね、残してない。スーパービンゴネオの栄光は今いずこといった感じですけど、ね。あれでもね、再生回数1万回いってましたよ。すごいですね。1万、マジですか。はい、じわじわ伸びてますね。すありがとうございます。伸びてますね。はい、ナルシーさんはプライベートどうですか、最近は。全然行ってないですね。あ、全然行けてない、はい、いやちょっとね、皆さん引き溜めていただいてるんですね。どうですよ、これ2400も出るんですか。そうですね、右打ちに入ってからのあたりは、2400発ですね。はい、そうそう、ぜひあのじゃあ右打ちね、あの ST 入らないとやっぱり意味がないんでね、頑張っていただきたいと思います。そうですね、はい、出玉哲郎ってね言われてますけど、哲郎、哲郎って言われてます。哲郎じゃないよね。哲郎じゃないですよ。はい、店長3ピース3ピースって言われてますけどね、3ピースしてくれって言ってるんですかね。3ピースですか。はい。何そのじわじわくる感じ。カメラ把握しすぎや。昨日アンパン買わされてブチ切れたバイバイさん、こんにちはってことでね。そうですね、ブチ切れましたね、うん、はい、関西でライター来店イベントなど禁止になりますがどう思いますかってことで、関西というかね、まあ、一部の地域がちょっとそういう話出てますけども、そうです、ね、まあ、あの確定ではないので、ね、ちょっとあのこちらとしては何とも言いようがないと、まあ、言わないですよね、はい、そういう話は出てるという話ですよね。そうですね、はい、絶浪としか読めない、あ、ゼロなんですけどね、絶浪じゃなくてゼロです。ダディは今日林原めぐみさんの曲聴いてきましたか。今日は T ボラン聴いてきました。あ、そうですね、最近あの JP さんはね、あの T ボランにちょっとハマってるということで。今更感がすごい。今更シリーズですね。はい、今日は西島光がいないのってことで、あ、西郷店長かな。西郷店長は、また、来月ですね、
月初めに出ると思います。そうです、ね、来週は茨城店になってますんでね。で、ナムナム満州ボンド266551店長はゼロより鉄矢通過超天竺ってきてくださいって言ってます超天竺は最後天竺、ね、最後天竺ですからね。そうそうそう、鉄矢はね、ちょっとトラウマがありますので、はい、アマネジー待ちです。申し訳ございません。アマネジー入ったらすぐ打ちます。そうですね、すぐやりますね。もう何週でもやりますんでね。何週でも、もう勝つまでやりますよ。そうですね、ボンド店長の似顔絵は丸描いてメガネ描けばいいんだよね。いや、そうそうそう確かに上手かったね、みんなね。みんな上手かったですね。はい、まいまい JP さん、ボンド店長なるし、モンティこんばんは、今日も愛知県豊田市から見てます あ、 ありがとうございます。いつもね、見ていただいて本当にありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、ボンド店長の履歴書は原始人みたいだいやだからね僕の履歴書とかあれ写し方の問題でしょ。悪やる、悪やった、悪やる。あんなだって影になってたらそれは原始人みたいになるでしょ。いや、あれはあれですよ、本社のあのランカちゃん言ってくださいよ見たら北山店長の履歴書だけすごい写真になってたんで。いや、ほんまやぜ。ほらね、もうじゃあ、はい、僕今度じゃあ、はい、あの頃ぐらいの写真持ってきますわ。あの頃シリーズ、あ、わかりました。じゃあお待ちしてますんでね、はい、若い時の写真ね。ちゃうんやぞっていうのをちょっと、あ、ちょっとスマートでかっこよかったんだよって。わかりました、じゃあお待ちしてますんでね、はい、皆さん楽しみにお待ちください、ね、はい、いや楽しみだな、ほどね今来ました、ね、はいはい、なんで？あの時よりだいぶ太りましたね。うどんだよ。だってあの時から15、6キロはすごいな。やばいっす、ね、やばい。すごいね。やっぱり食生活ですか？食生活って、まあ、不規則なんもあると思いますけど、あとはお酒ですよね。お酒好きなんですか？お酒めっちゃ好きです。ビール派ですか？ビールはまあ最初 2,3 杯飲んで、はい、ディーマですね。そうそう、ディーマとか、はい、まあ飲みます。あ、結構飲むということで。はい、じゃあナルシーさんは？お酒生飲んでから、はいはい、やっぱね、梅酒とか。あ、梅酒、あ、ちょっと可愛らしい感じですね。なるほど。あ、彼女ね。OL みたいな。お前ね、あ、できたね。新しくできた彼女と飲むんかな。あ、なるほど。ラブラブラでね。モンティさんもお酒は結構いけるんですか？あ、僕ちょっとこだわりあって。お、あ、じゃあちょっと教えてくださいよ。あ、ビールのあの間にコーラ挟むっていう、はい、え、コーラ、はい、コーラ、なんでなんでなんで、炭酸がめっちゃ喉をジュワーってさせる感じ、潤す感じ、はい、そうなんだ。あ、ちょっとナルシーさんのマイク見てもらっていいですか？ちょっと待ってくださいね。なんかちょっとちっこくないですか？マイクの向きかな、大丈夫？ごめん、モンティ、何も聞いてなかったわ。あ、ちなみにね、ビールとそのお酒の間にコーラを挟むらしいですよ。あ、そうですね、まあ聞いてなくても大丈夫いいこと、ね、どうでもいい情報でしたかね、すいません、はい、いいこと言ったのにねこのそのコーラにメントス入れようぜって言ってますけどね、えらいことになりますけどね。とんでもないことになるやつです、はい。ディアボーイズか、マイマイ好きなの男で、ディアボーイズとスラムダンクはよく読んでましたね。あ、僕スラムダンク大好きですよ。ね、誰、あ、キャラ誰好きでした？あ、ミッチーです。あ、やっぱりミッチーなんだ。ミッチー人気ありますね。そうですね、うん、あ、私ちなみにマキが好きでしたけどね。あ、マキね、まあ、かっこいい、はい、てか高校生じゃないでしょ。そうそう、おっさん、おっさんですからね。はい、ちょっとナルシーさん喋ってもらっていいですか？ああ、OK です。ああ、OK ですね。ありがとうございます。初めて来ました。あ、ありがとうございます。今日もね、2時までお付き合いください。お願いします。ありがとうございます。前々奈良に行く前のドンキで何行こうたってことでね、奈良店のたこ焼き店長のバスゲームのね、バーたこ焼きのグッズ買ってました。いろいろ買いましたね。結構買いましたね。はい、JP おったんってことでおりましたね。いますよ。はい、初めて見たけど変顔じゃないだとって言われてますけどね、これ北山店長ですかね。僕ですか？はい、初めてじゃないよね、この人。絶対ちゃうやん。分かってるやん。絶対ちゃうやん。はい、今日ゼロで1388はめて泣く泣く帰りましたって。今日は当たらず終了を願ってますって言われてますけど、いや、誰か当ててくださいよ。当てますよ。はい、3台回してるんで当ててください。いや、当たりますよ。はい、店長、緑色ラベルのコーラ飲んだって言われてますね。あ、ライフ。そうそうそう、ライフ。あ、もう飲んでないですね。あれ、どうなんすかね、JP さん飲んでなかった。天然甘味料でしたっけ、使ってるのがね。ステビアとか。なんかちょっと体には優しいらしいですけど、はいはいはい、なんかやっぱりちょっと違うんですけど、うん、はい、感じですよね、僕。やっぱ味ちゃうんすか、やっぱちょっと違いますよね、うん、私は最近あれですよ、水のヨーグリッチにハマってますので、はい、これなんかまた人気出てるみたいなんでね、見つけたら買ってみてください。ないですか、はい、おいしいんですか。なんかね、真っ白なの、真っ白っていうか透明なのに、はいはい、カルピスみたいな味するんですよ。ああ、おいしそう。それどうやって作るんかなっていうのがすごい不思議であのヨーグルトの上になんか浮いてる薄いあれじゃないの、はい、乳製っていうやつですか。違う違う、しっかり本当に味ついてるから美味しいよ。カロリー的なあれはどうなんですか。カロリー、まあ確かにちょっと甘いので、まあでもそんなに何ていうんですかね、ああいうジュースみたいには高くはないと思いますね。ああ、ないでしょうね、うん、
そうそう、ぜひね、見つけたら飲んでみてください。よし、満州小僧行こうか。はいはい、みんな好きやな。好きっすね。ね、すれ違いの順序やな、JP って言ってますけどね。あ、みんなね、ティーバーラーじゃあの辺の曲ですからね、はい。モンティは誰かと同棲してないんですかと言ってますけどね。あ、してないです。してない、あ、一人ということでね。はい、原始人店長こんばんは。いや、もうやめてくれ、もう。原始人あの写真がね、フィードバックされてる感じですけど、もう完全なる風評被害ですよね。あれですよ。はい、03台かってね、どれか1台アマデジ打ってくれって言われてますけどね。いや、まあ、とりあえずね、03台でちょっと見せたいと思います。そうだね、アウストラロピテクス、ありがとうございます。T ボランいいですねってね、スナックで歌うと盛り上がりますねって言われてますけど、それ、あ、それか。そうそうそう。早く当ててで、ね、頑張ります。今日は奈良の事務員さん来ないかなってことで、ね、じゃあコメントお待ちしてます。この間、昨日の放送でですね、はいはい、奈良の事務員さん出ていただきまして。あ、出て。そうなんですよ、ジャグラー一緒に打っていただきまして、すげえ。いや、すごい引きしましたけどもね。あ、そうなんですか。ただなんかいつもだと目押しも普通にできるのに、はいはい、なんか放送だとすごい緊張してて、やっぱ緊張して、そう、目押し全然できなかったっていうね。ちょっと可愛かったですけどもね。可愛いですね。ね、ボンド店長、昔の写真でどんなオチ考えてるんですかって言ってますね。オチ、いやいやいや、そっち系ですか。ねえ、そうした方がいいですか。まあ、どうですかね。まあ、ちょっと真面目な写真からね、おちゃらけた写真から、はい、楽しみにしてますけどね。ジーマでね、カラージーマとかあったなと言われてますけどね。あ、カラージーマってあったんや。ピンクとかありましたよね。あ、そうですか。ピンク色ありましたね、ジーマね。ゼロってね、言われてますけど、え、ビールの合間に噴水コーラ挟むだってって言われてますけどね、噴水コーラ挟まないね。危ないからね。危ない危ない、はい、俺は神やな、努力返し。そうですね、斎藤地獄少女は何台入れる予定ですかって言われてますけども、地獄少女確か5月でしたっけ。5月ですね、はい、一応 5台、あ、5台導入予定ということで、はい、ではい、また地獄少女ね、入る際はこれ、ちょっとこれ、あ、次星4、なんかめっちゃ、めっちゃなかった、星、あれ、なんか VFX かなんか行きました。お、いいんじゃないですか。あとはあれですね、タイトルというかエフェクトの色ですね。そうですね、やっぱり赤は欲しいですね。お、来たんちゃうかと言われてますけどね。お、先生2回来て欲しいところですけどね、せめてね。いや、ちょっとね、ナルシーさんのカメラ今大きくしてますんでね。いや、これ当たった早いね。まだ始まって30分も経ってませんので。そうですね。さあ、タイトル何色かな、ちょっと楽しみですね。気になるところですね。はい。あー、まあ、ちょっと厳しいかな。もう、あ、起きた時点でちょっと厳しいかな。一応このリーチめっちゃ熱いんですけどね。なんかあるんちゃいます、キュキュキュみたいな。あ、そうそうそう、あのビジョンね。ないない、あるわけない。ガロビジョンみたいなね。ないよ。いやー、これ当たったらいいな。3人おるからね。 あちゃーって言われてますけどね。終わった。終わった。これ昔なんか青やったら確定とかなかったっけ。勝手に先次第ですよね。あ、そうかそうか、はい、ゼロはないのかな、それ。そこら辺もなんか投手してたらおもろいですけどね。そうですね、さあ当たるかな。さあどうでしょう。お疲れさんって言われてますから。いや、これでも当たったらすごいけどね。チーンかなって言われてますけど、ガスコンロ出てきたら熱いんですけどね。あ、来た、お、チャンス、チャンス、チャンス。おー、すげー、マジで、みんなお疲れさん言うた人謝ろう。ごめんなさい。はい、解散と言ってて、当たってる当たってる当たってるよ。解散してないよ、当たってるよ、みんな。いや、すごい、よう引き強きましたね、これ。ほら、って言われてるよ。まあ、こっからもありますけどね。もう ST 入れながら、ね、そう、ST 入ってほしいね。まあ、ST っすよ。まあまあまあ、まあまあ、ここからね、まあまあ、ね、カブトムシ倒したってね。ほげーってチーって言われてますけどね。こんばんは、そしておめでとうって言われてますね。ちなみに大東店では3回初当たりを引きましてですね、はい、一度も ST 入らずに放送終了したとありましたんでね。あ、じゃあ、はい、セインカミューをね、ぜひ倒していただきたいと思います。倒していただければと思いますんで、はい、お願いします。いやー、早い。そうですね、50%。まあ、いけるかな、どうかな、どうでしょうね、いけるやろ。お、まあ、ST 入らなくても一応時短が、100回つくのでね、まあ、その間に当てれば、まあ、ST 確定ですね。そうですね、はい。またね、結構この繊維紙が強いんですよ。強いんですよね、これね。そう、ほんと強いの、なかなか倒せないの。あ、ここからが勝負ですねって、すまんかった、かっこ外れてよって言ってますよ。おめでとうございます、ごめんなさいって、ね、スイッチオンで、あ、空気読み、あ、今日も当たりなしか、当たってる当たってる。当たってますよ。一応当たったよ。はい、今ここからですね。さあ、これ敵の強攻撃ですかね。あ、強攻撃ですか、これ。強攻撃はやばいね。あかんあかん、もうあかんわ。大丈夫です。お、大丈夫。いや、叩かないと。うわー、さあ、連打連打、頑張って頑張って。
アホが仕事するなんて見せてくれたって思いますけどね。あーちょっと上がらない、上がらない、やばい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 、うわー最悪やん。あまだなんかあるでしょ、でも復活みたいなね。復活もあるらしいんですけど、めったにないよそんなの。そこは外してキコちゃんの専用の酸性ディスしてください言われてますけど、いやー入らなかった。まあまあまだね、時間あります、まだ時間あります、まだね、初めて10分ちょっとですから、はい、ガーンってチーンケーンって言われてますけどね、ケーンないね、ザバーって言われてますけどみんな外したら喜ぶねー、そんでねやな、みんな時短中あたりは ST 確定ってことで、そうですね、右打ちあたりは全部 ST 確定ですね、そういう形ですね、突入してなんぼやでって言ってますけどもね、はい、この51パーがなかなか引けないんですよね、これね、そうなんですよね、こんばんはってね、仕事終わってきました、 ST 頑張って入れてって言われてましたが、残念ながらちょっと ST 入らず、はい、まあ、ここからここからですよね、ここから入れなくてもう、ね、ここからちょっと言ってくださいね、なんかゼロが主役やけどコウが出たりするんかなと言われてますけどね、どうなんですかね、サイズマコウが出てたっけな、いやあんまり出てない、あんまりそこまで見てないみんな。まあ一応あのこのゼロのお話も実はあのファミリー劇場というかね CS でやってたんですよね、そうですね、はい、はい、私ちょっと録画してたんですけどみんな忘れてました、はい、まあ引き戻すんでしょうってね、生放送だよって言われてますけどね、ナルシーガラスに悲しそうに映ってるよって言ってますから、反射した顔がちょっと映ってましたからね、どんまいナルシー、はい、今日も当たりゼロか、各辺に入らんと認めないって言われてますけど、ナルシー頑張って頑張ります、はい、変身後のガロならちょこちょこ出てくると、あの金色の、あの金色のガロのは出てくるのか、はい、はい、出てきます、そうかそうか、生身の方は出てこないですね、そうですね、明日8時起きだけどビール飲んでいいかなって言ってますけどね、8時起きか、まだいけるでしょ、12時半まだまだいけるいける、ね、1本ぐらいはいけるんじゃないかな、はい、頑張ってね、時短で引いたら超かっこいいよってことで、そうですね、見せたって思われますね、じゃあぜひちょっと頑張ってください、スラムダンクといえば花形やろうと言われてますけどね、あ花形ね、あまあ花形もかっこいいですよね、かっこいいですよね、藤間とかもね人気ありましたけど、ね、人気ありましたね、はい、月曜日でよく使うハッカーを口に入れてコーラ飲んでね、これ危ないからやめましょうねハッカーはちょっと痛いよ、うん、痛い上に何が吹き出すか分かんないですからね、そう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 、危険危険、はい、ライフうまくなかったのかな、あコカコーラかな、1389で当たったのになって、店長方は麻雀とかはやるんですか、皆さん麻雀、僕はねやらないんですけど、あやらない、やります、あ、ナルシーさんやる、あ、パーティーさんもやる、はい、まだね、腕にはお二方自信ありですか、ありますよ、お、フェイクスマイルと、はい、さっきいらっしゃいましたミヤ店長、はい、4人でやったこともあります、はい、あります、タコを囲んで、そうそうそう、その時の順位どんな感じでした、まあ大体僕です、おお、マジで違う違う、あ、新規入ってる、新規入ってる、ってるモンティさんが後ろに今違う違うと手を振ってますけど、ただ一つ言えるは、はい、フェイクスマイルはいつも最下位、あ、そうなんや、弱いんやそうか、なるほどね、うん、弱そうやもんな、なんか帰ろう帰ろう言い出す人あ、萩原正人の国士無双で、これね、確か放送で国士無双やったんですね、生放送でね、この前の悪めでポンでしたっけね、はい、これはすごかったですけど、まあ、ほんまに赤ギアンっていう感じですよね、透明のカルピス、かっこいいミシン、あーそうですね、ヨーグリットですね、ポカリセット、ステビアってあったなってことでね、ステビア美味しかったですけどね、まあ、今もありますよね、今もあるんかな、あ、イオンモーター、イオンモーターが今ありますけどね、ね、はい、よくわからないから暑い時は叫んでねってことで、じゃあ叫んでもらいます、ヨーグリーナ美味しいってね、さっきまで飲んでた美味しかった、フッフレスカーってね言われてますけど、こんばんは、今日も安定のガラス越しってことでね、ありがとうございます、イエティ北山店長頑張れ、イエティ雪山住んでるのかな、奈良の事務員さん可愛かったねってことで、そうですね、レモンジーナがコンビニから一瞬で消えた、評判良くなかったんだなって言ってますけど、これどうなのかな、売れたからってことなんて、売れたんじゃんすか、ね、どうなんでしょうね、はい、確かに見ないっすよね、最近見ないね、最近見ない、この放送にも女性的な可愛さが欲しい、いやいや女性おるやん、何言ってんのMC を完全に今無視しましたねこのコメントは、北かで、ね、北山の北は北京原人から撮ったんですか、北京原人じゃんねやっぱあの履歴書の写真出しとこうかな、はい、ちょっと、はい、出してくださいね、もう、笑いもなりますけどね、まやまやさん、JP さん、ボンの店長、軍の皆さん、こんばんは、今来ました、会社説明会もお疲れ様でした、今日も頑張ってくださいってことでね、はい、お、ポリウムはちょっと変わらないですね、ナルシーさん、やばいですね、駆け抜けが早そうだな、もう10回ですね、やばい、あの右打ちの時の、あの召喚の仕方結構早いですからね、めっちゃ早いですね、やっぱね、
まめその飲み物は生産追いついてなくてレモンジーなどを味で一時間しています。おお来たぞ。じゃあちょっと3カメに戻そうか。あー来ましたよ。あ皆さんお待たせしました。星 4.5 来ましたね。ボンドの時間来ましたよ。あとはやっぱりビジョン次第。そうですね、こっからはもうこれカシャンってなったら当たりでしょ。いやあの初代ガロはそうじゃなかった。そうだっけ、はい、発展の時にあれしたら確定やったっけ。カシャンってやってたら多分当たりやったと思うんですけど、まあ、どっちかっていうとやっぱり 初代ガロに似せてる感じなんですかね。そうですね。あそんな感じのね広告、多いですよね。そう歌い文句はそういう風な形でしたね。当たるかな。あえあれ連打連打頑張って頑張って あ, あプッシュも、あ連打もなし。何もなしやん。何え何今のあこれデルデル詐欺デルデル詐欺ただの申請やで、解散解散ってね言われて大丈夫だよ、最近の期待は出て不調だから外れるって言われてますけどね。こんなもんですわ。お疲れって言われてますけどね。お、モンティさんも来ましたね。来ましたね。あじゃあちょっとモンティカメラ、モンティカメラ、モンティカメラ行こうか。モンカメ、モンカメモンカメって何で略したんですかそれはモンティさんじゃちょっと気持ち右に寄ってもらっていいかな。カメラ、あ、そんな感じで、はい、すいません、申し訳ない。あ、青か。いやでもさっき青で来ましたからね。まあでもリーチちょっと弱くない？若干弱いかな。リーチ2つか3つぐらいじゃないのこれ。これはあかんよモンティ。自分外れたから言う。これはあかんよって今チラッとも見ずに言いましたからね。自分外れたから。あチーンチーンチーンって言ってますけどね。あお疲れお疲れ。ボンド店長今何かあったのって言ってますけどね。星 4.5 って一体当たるチーン。期待してる過去も撤収って言ってますけどね。あコンロボタンもないか。あないですね。あ、来た頑張れ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 。コンロあー、はい、やっぱりはい、お疲れ様でした。まだ、まだ分からないけどね。まだ、もしかしたらまだ、ね、復活も、復活もあるかもないかも。いないないかも。あるでないで、あるでないで、ないでないで。ないね、残念。寒いわ、ほんま。解散やで。解散、解散。てか、コンロは解散やで。店長と一緒や。あーね、見せてないな。さあ片付けようかって言ってますけどね。店長と一緒やで言葉だけに反応しましたね。そうそうそうえって言ってます。あじゃあ終わったお疲れさん、チン解散ナムって言われてますけどね。言われてますけど、ね、やいやちょっと頑張っていただきたいですね。入れたいですね。はい。好きには入れたいですよこれはね。せめてなかなか難しいですけどもね。ガロはどういうお話なのと言ってますけども、ガロをちゃんと見た人いますこれお話。いやちゃんとは見たことないですね。これね結構シリーズたくさんあるんですよね。あのたぶんスピンオフしすぎてて、はい、見てても分かんなくなる時が多いんですよね。どれが本家か分からへんみたいな。じゃあちょっとみんなあのウィキペディアでガロから調べていこう。ね、もう調べていきましょうそれは。私もなんか飛び飛びでしか見たことないから、はい、結構一話完結みたいなお話多かったような気するけどな。そうですよね。あるナルシーさんちなみに何回転ぐらいで先当たってたんですかと言われてますけどね。今の80ぐらいですね。80回ぐらいで当たってた、はい、早かったですね。仮面ライダー見たら感じかーって言われてますね。おいおいビールとビールの合間にはコーラやぞ。そうですね。ありがとうございます、はい、ビールとビールの間にカルピスソーダはダメですか。カルピスじゃダメですね。ダメ、コーラがいい。炭酸、炭酸な感じが。何が合うんですかその。いやいやね、その炭酸だけじゃなくてコーラじゃないとダメなんですね。コーラじゃないとダメなんですね。なるほど。なんでなん、なんでなん、なんでコーラなん。もうコーラの、あの炭酸のちょうどいい感じが、居酒屋のコーラってちょっと薄い感じが。はいはいはい、ありますね。なるほどね。それはわかるよ。それがちょっと気持ちいいというか、いや気持ちいい、お酒飲んだスッといく感じ。はい、喉越しにね、突き刺さるのかな。じゃあ皆さん、ビールとビールの間にコーラ飲んでみてください。1回飲んでみて、1回だけ飲んでみてください。はい、ところで、マイマイスイートバージョンに何日導入ですか。永遠にないと思います。はい、ボンド店長、マージャン覚えたら満州小僧に勝てるんじゃないですか。そういうことか。はい、僕マージャン知らんかったからっ、ね、そうですよ。いや、これはです、 ですね。はい、いや、一回若い頃に覚えようと思ったんですけど、はい、何回過ぎて覚えれなかったんですよ。ちょっと難しいですよね、マージャン。難しいですよね、うん、いや、でもそんなね、まあ、なんか役を覚えたりとかがね、ちょっと単純なとこが突き詰めていくとだんだん複雑になっていって、枝葉が分かれて面白くなるのがマージャンですよ ね、 そうなんだ、はい、ちなみにうちのエンデックでですね、ちょっと放送終わってからですね、事務所帰ってからちょっと機材のチェックするテスト放送をしたりするんですけど、はい、最近ちょっと4人打ちマージャン配信してましてね、そう、昨日もこの JP とね、うちのスタッフ2人と3人でね、マージャンやってましたよね。やってました。そうなんですか。そうなんですよ、いやしこたま負けてましたけどね。
6万点やったっけ。あ、1人だけあの 3万なんで、3人うちなんでやっぱり点数跳ね上がるんですよね、どうしても、はいはい、それもあって、まあ、1人ボロ勝ちしましたよね。そう、何一曲でうちのネギ玉っていうのがあの飛びまして終わりました、ね、はい、そうそうそう、約1時間で放送が終わりましたけどもね。そうそう、私たちは見てるだけだったんで本当全然分かんなかったんですけどね。ちなみにあの今ちょっと調べたんですけど、はい、ビールをコーラで割ったやつってあるらしいですね。あ、 レッドビアじゃないの。じゃなくてこれはね、ディーゼルっていうらしいです。ディーゼル、はい、ディーゼルってブランド思い出したけどな。そういう飲み物があるらしいですね。お高いんでしょうって感じですけどね。生産が少ないんだよレモンってことで、あ、そうなんだ、店長たちあれ食ったことある、3倍濃縮ヨーグルトパルテのマジうまいよって言われてますね。なんすかなんすか、なんか3倍濃縮のヨーグルト、あのね、ギリシャのヨーグルトで3倍濃縮があるんです。ちなみに私食べました。これ高いんですか、もしかして。うまいです、あのコンビニで売ってます。じゃあそんなに高くない。そこまで高くはないです。じゃあちょっとジェミさん買ってきて。ジェミさん買ってきて。いや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 、お願いします。いやいやいや、お願いします。やばい。レモンジーナは売れすぎのため供給が追いつかず販売中止ってね、やっぱそうなんだ。ヨーグリーナも売れすぎて販売中止やで。そうですね。日付変わった今日は会社のボーリング大会の後に花見会があります。あー、ええー、なー。山形県は桜満開ですってことで ね、 いいですね。まだ散ってないですね。そうですね、もう関西はね、もう全部ちょっと桜は終わっちゃいましたんでね。雨めっちゃ多かった、はい、そう、満開になった瞬間にあの暴風と雨が来ましてね。そうそうそう、結構早かったですね今年は。今年早かった。私この間あの月曜日ちゃうわ、月曜日か、あの桜の通り抜け行きましたけどね、造幣局の。ああ、造幣局。そうそう、大阪では有名なんですけども。あ、でも造幣局は桜がねちょっと遅いんですよ、咲くのが。あ、そうなんですか。だから私見に行った時はちょうど満開でしたね。いいなー。そうそうそう、すごいね、保養になりましたね、目のね。ねえ、はい、言うてましたもんね、見に行きたい見に行きたい言ってましたからね。そうそうそう、もう何年も行ってなかったからね、ちょっと落ち着いていきたいなと思って。初見で住まいまいってね、明日見に行くってことでね。 ありがとうございます。じゃあ茨城サイトにも遊びに来てください。お願いします。はい、お疲れってね。大丈夫で、最近の北山店長は不調だからって言われてますけどね。面白いな、はい、女性はおいおいおるやろって言わないんだよ。言う言う言うから、関西弁おるとか言うから言うからね。ね、言う言う言うからね。こんばんは、昨日サイトのゼロ、きつかったなって言われてますけどね。いやいや頑張りますのでよろしくお願いします。よろしくお願いしますよ。あのこのコメントの方ね、あの茨城サイトの常連さんなんですよ。そうなんですか。はい、ありがとうございます。はい、頑張って頑張ります。よろしくお願いします。日々お通いくださいませ。はい、ありがとうございます。カシャーなっても先生攻撃だけチーンってね。まやまやさん、 JP さん毎日見てる気がするけど休んでますか。休んでます。はい、休んでますんでね。私基本月曜日休みなんで。はい、はい、星 4.5 は一体ってね言われてますけどもね。はい、ヤクモンが古いのに戻ってましたねと言ってますけど、そうですね、初代ガロの、モチーフになってますね。エンブレムってやつですかね。そう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 、ね、あれがちょっといいかなと思いますけどね。ちゃんと全部見たよってね。モンティって前大東にいた副主任ってことで、モンティさんは、ずっと斎藤、最初から斎藤さん、はい、2年目、ね、2年目なんで、はい、じゃあ新卒で2年目ってことですか。あ、そういうことですね。なるほど、はい、じゃあまたね、会社説明会出てくださいよ。この間のね、はい、出たがっとったんですけど、ちょうど中休憩中やったんで。なるほど。いやでもあれすっごい人でしたけどね、もう収集つかんぐらいの人でしたけど、私皆さんがこの部屋に入られた時においおい収まるんかって思いましたけど、ね、もうすごい圧迫感すごかったですけどね。いや、ウェスカーがもうちょっと新卒の方の冷たい目線に耐えられなくて、いやだいぶあれ、そうそう、自分のネタができなかったって言って、ね、えらい情け泣いてましたけどね。もうメンタルの弱さ出ましたね。またモンディさん、またモンディさん、じゃあナルシーさん、ナルシーどうしたか、あの星 4.5、いいじゃん、 ST 中、いや ST じゃない、あ、これまたさっき当たったリーチと同じちゃいます、これ。お前お前一緒ですね。いや早いね、当たるかな、いい感じですね。青で当たってるんでね。まあ、赤は欲しいですね、でも安全牌としてはね。そうですね。あとビジョン、ゼロビジョンになるのかな今回は。そうですね、はい、はい、北山店長も継続してますけど。そうですね、こっからですね。お、金いいですね。金煽りは来てますけどもね。そうなんですよね。議事2ですか、今議事 3? 議事2か、あ、緑2かな。あ、あかんわ、弱い、これダメですよ。金はね、もうちょっとリーチ いっちゃいますもんね、大体。さあ、ナルシーさん、当たるかな、これ。当たるかな、どうかな。当たってほしいな。あ、ガロって桃太郎が元なんだっけと言われてますけど、あ、そうなの。
あ、そうですか。嘘、嘘でしょ。京本政樹が幼い薫に目をつけて光源氏計画を実行する話。あ、なんかそんなやつな気がする。最初はね、京本政樹でしたもんね。そうですね、牙でしたっけね。はい、はい、ね、お住まい前結婚しようで、じゃあぜひ茨城サイト来てください。はい、待ってます。飲み物といえば青森限定の幻のニンニクコーラ飲んでみたい。何それ。ニンニクコーラは、ニンニクコーラってなんじゃ、口臭そうやな。飲んだら完全に罰ゲーム用でしょそれ。ナルシーさんやばいね、やばい、外れましたね。外れましたね。あー、沸騰された、はい、今回はちょっとダメだった。青の方が仕事してたね、すごいね。お前やすごいな。コカ・コーラとコカ・コーラの間にペプシコーラ挟むのは OK ですか。わからない。結局コーラばっかりやね。そうそう、結局コーラ好きってことでね。はい、ホレミのナムナム満州ボンド26666北山551原始人店長頑張る。長いね、これどんどん増やしていくシステム、ね、すごいね。何も消えないっていうね。すごい。ガラは敵出る、変身、倒すっていう話やで。ありがとうございます。とっても分かりやすい、ね、分かりやすいですね。マイフェンの MC 好きってね、ありがとうございます。俺もコーラ好き、今は控えてるけど昔は毎日1本は飲んでた。1本すごいね。すごい、毎日1本ってすごいですよね。もう飲まないと気が済まないような感じかな。でしょうな。マイマイ素敵、ありがとうございます。ドンジャラ、あ、ドンジャラはね、面白いからやってましたけどね、昔。あ、ドンジャラとかやったわ、分かるんか。家にね、はい、妖怪ウォッチのドンジャラみたいなのあるんですよ。やっぱね、今お子さんにはやっぱ大人気ですからね。一緒にやったりするんですか、お子さんと。あ、たまにやりますよ。やる、はい。誰が一番強いんですか、家では。あ、ごめんなさい、実は、あ、ごめんなさい、やったことないです。やったことないかい。おい、カバーあげようとすな。で、実はやってないってこと、はい、家にあるという方が、家にあるってやってんのを見たことあります。なので、あ、お子さんがね、やってるから、はい、麻雀はルール覚えたけど役が覚えられない。そうですね、役は難しいよね。話持っとるやないか、どうやってますか。申し訳ございません。で、ピーテンガも誘ってやってね、あの、森口のね、川瀬さんも、はい、麻雀好きということね。サマーは早いからなって言われてますね。シャンディガフみたいなノリやろうと言われますよね。あの、シャンディガフは、ジンジャーエールですね。そうですね、はい、それ使ったやつですよね。そうですね、サマー守ったら負け、ひたすら突っ込むやつが勝つって言われてますよね。これマジャンの話かな。そうですね、はい、はい、レッドアイならぬディーゼルか、でもシャンディガフがあるもんねってことで。そうですね、一時になったら七味打ってくださいって言われてますけどね。七味ないです。七味はないですね。ないです、すいません。また後でキセラの意味聞くわ。ゼロ10発出たんです。ね、JP はやっぱりウバザクラが好きなの。なんでそこで、なんであの草葉にまであの老人系を持ってくるんですか。そうですね、ゼロもガロも違いあるんかってね。あのね、微妙に違うんですよね。金色と銀色やったかな。あの色も違うんですね。色は違いますね。あと暗い、ね、暗いが確か違うかったはずですよ。来たかってね、ちょっと外れましたね。会社説明会楽しかったよ。ウェスカーの新卒のプレッシャーに耐えられない感じがたまりませんでした。そうですね、本人もへこんでました、終わってから。はい、いや、僕喋ってる時、はい、新卒の方見てましたけど、はい、相当相当やばかった。相当やばかった、やばい。懐かしい役物ついとるのよってね、言われてますけども、バイバイ、面白い、ありがとうございます。言われてますけどね、和骨つつみさん出演してますかって言われてますけどね。つつみです。あ、多分ね、この方あの茨城サイトに遊びに来られた方だと思います。多分あの、多分店長のあの名刺もらった人ちゃうかな。あ、なるほど、前来てくれた人、はい、そうですね、はい、今日はあの、はい、つつみさんとね、あとあの新卒2年目の、吉本さんことね、モンティさんも出てますんで、はい、よろしくお願いします。はい、初代ガロでは1回転目で全回転リーチで11連チャンしたけど、今の場合は打つ気にならないということで、やっぱりあのガロはね、初代がやっぱり一番人気ありましたね。あれは衝撃できたね。そうですね、私も多分初代は一番打ったんちゃうかな。いわゆるマックス機っていうのがガンガン出始めたのはあのぐらいからじゃないですかね。そうですね、もうすごい、あのなんていうんですかね、まあ、あれの前にガロに似た台は出てたんですけど、そうですね、はい、やっぱりスペック的にはガロが一番受けたかなって感じはありますけどもね。ボンド店長嘘やったんかいってね、あのドンジャラの話しますけどね。はい、すいません、はい、はい、嘘でした。はい、はい、嘘です。ニンニクコーラ売り切ればっかでまともに買えへんのやでってね、タッコーラで検索か、タッコーラっていうらしいですよ。ナムナム店長は 0.1 トンまでは遠いですよねと言われてますけど、まだ遠いです。まだだいぶありますね。あと30キロぐらいあります。あ、だいぶね。大丈夫ですよ。あの伏せのムッシュ監督ことね、村井店長も 0.1 トン超えましたんでね。素晴らしいですね。ご本人が言ってましたからね、はい、これね、はい、0.1 トンはやばいです。そうそう、あの 1,2 ヶ月見てないだけでね、だいぶ体大きいなと思って、なんかあのお父さんの背中みたいなね、背中広いなと思ってね。前々曰くたくましくなったってこと、ね、そうそうそう、背中がねちょっとね、はい、はい、面白い。この台の一番強いのはセインカミューなんですかって言われてますけど、どうなんですかね。
一応 ST バトルというか ST 入るまでのバトルは戦員加盟ですけどね。そうですね、はい、しかし曜日はガラス越し打つ入るねってね、他の曜日は全然ダメって言われてますけどね金曜日ガラス越し率高いんかな、はい、そうなんですかね。あ、強いのは戦員かハウンドドッグ。ハウンドドッグってこれ大友さん、大友さんですよね、ハウンドドッグじゃないよね、はい、あ、全員出てないですからね、そうですね、イージー2回目、イージー3、イージー3ですね、イージー 3、お、いいんじゃないですか。モンティ手入れしてるってことで、今日は手入れじゃないですね、今日はもうガチで回しております。赤ですね、赤、ただ青じゃん、お、大チャンス、いや大チャンス、空気かな、こっからなんですよ。賛成柄とかちょっと見たいですけどね、見たいです、ちょっとそこら辺見せたいんですけどね。あ、青、青はちょっとやばいかな。JP さん、シルバー行ったことある？何がシルバークラブ行ったことあるって言われてますけど。あ、そうですか、ありますよ、あるんやなるほどね、はい、あるということでね、ありがとうございます。はじめまして、で、ね、はじめまして、ありがとうございます。説明会見てないんですけど、ウェスカーが新卒に負けたの逆じゃないのってことで、負けたというかね、新卒のプレッシャーに押し負けたって感じですかね。そうですね、完全にだから、はい、多勢に無勢でしたよね。そう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 、ね、持ち味がね発揮できなかったって言ってましたね本人は、はい。さてさて、春だから初代はずるいから殿堂入りって言われてます。そうですね、そうですね、まあ、北山マネージャー一発ギャグお願いしますってやってますけどね、はい、これ誰や、身内か、はい、早かったね消化が、で、アガロですね、0.1 トン超えたのって、そうそう、あのムッシュ監督ね 0.1 トン超えましたね。モンティはやっぱり若いからハゲてないねって言われてますけどね鶴見のね、あの木村主賓がハゲたハゲたって言ってえらいコメント言われてましたけどもね言われてましたけどね、あれは恋のね、はい、カメラ操作もありましたけどね。そうですね、はい、まあ、あのちょっとつむじのところがねちょっと薄くなってきたんじゃないのっていうふうに言われてましたけどもねはい、渡辺直美が言ってたけど100キロは超えるにも素質はいるんだって、なかなか100は超えられない壁なんだってよって言われてますね。才能がいると言いますね、確かにそんな才能いるじゃあ僕は才能がかつてあったということよろしいですか、ね、そうですね、はい、まあでも力士とかやっぱなりたい方は、誰が力士やよ、え、あ、違う、うん、力士じゃないよ、えらい遠いとこ行ったけど大丈夫大丈夫、はい、初代ガロで20連したことあります、その時初めてマックスの面白さを知りましたって。そうですね、あ、なるほどね、まあやっぱりね、あ、こんだけレンジャーさん面白いなっていうのはありますよね。出りゃおもろいですよね、はい、お、ナルシーさんに質問です。 おいくつですか。25歳ですね。25歳、はい、斉藤は何年目になるんでしたっけ。3年間もう新卒で僕も来て、あ、なるほど、もう4年目突入ですね。そうですね、4年目ということで、はい、ちなみにモンティさんはおいくつなんですか。僕は23ですね。あ、やっぱり若いですね。若いな、ほんま、ねえ、まあ、北山店長ちなみに20?28 です。若いですね若いなあ、そう、でも北山店長ね、いつも28に見えないって言われるんですよね。いや、これね、ほんまにねほんまにね、でもね、はい、そう、ほんま太ってからなんですよ、マジで。あ、それ言われるようになったのかですか。言われる、まあ、むしろね、ずっと年下に見られてたんです。はあ、はあ、あ、なるほど、なんか貫禄がついたかな。貫禄で、そうね、結婚して子供できて、はい、太ってなるほど、だいぶ貫禄がある感じですけども、ね、でも実は皆さん、北山店長めっちゃ若いんです。若いんですよ、本当に。あれ、お会いしたらね、分かると思いますんで、はい、そうですね、あの、はい、ぜひ見に来てあげて。お肌ツルツルなんでね。そうですよ、肌はね、ほんまにね、え、はい、あの、湯上がり卵肌っていうかピチピチしますけどね。はい、みんなね、あの、キコの店長結構若い人多いんでね、多いですよね。そうですね、若い人多いですね、はい、先ほどのライト、ミヤ店長若いですもんね。若いね、はい、25が最年少ですよね、確か。今で言うと、白石店長、あ、田島店長そうか、田島店長ね、宮川市駅前の店長、はい、あの、会社説明会ね、以前出ていただきまして、デパ店長ですね、前ね、はい、あの、伏せとか、吹田神津島の放送でも出ていましたけどもね、はいはい、あの、店長が一応今、最年少になるのかな。そうですね、はい、翔ちゃん来たよって言ってますね。翔ちゃんって誰？翔ちゃんって誰？この中、翔ちゃんつく人いる？誰だ？誰だ？こいつ、こいつです、こいつ翔ちゃん、誰読んだ？誰や、ね、こんばんは。ウォンの店長大好きですって言われて。あ、思いますか。お、いや、来た、一つ聞いていいですか。はい、男性か女性か教えてください。じゃあ、285個目さん、男性か女性か教えてください、うん、初代と同じ演出の今のガロスペック出たらウケるんじゃないかって言われてますけどね。出せたらいいけどね。演出は初代でってことですか。そうですかね。あ、なるほどね。どうなんすかね。そうですね、うん、モンティやナルシーは男性にモテるんですかと言ってますけどねあ、これちょっと怖いね怖いですね狙ってる人いますね。狙ってる人いますね。僕結構モテてましたよ。あ、
いやでもね、あのナルシーさんちょっと中性的なんで、どっちもいけそうっていうかね、あのモテそうな感じはしますね。モンティさんはもう女子がいい。あ、そうですね。やっぱり女子がいい。女子がいい、ね。女子がいい。モンティさん女子がいい。あ、ほらホモホモってやってますけどね。みんなホモに持っていくの好きやな。なんかホモ率高ないですか。そう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 。あの千里店の放送ね、8割ぐらいホモコメントでしたからね。どんなんなん。そうそう、すごかったですよ。それはなんかスタッフさんが一緒にあの、はいはい、ルームシェアしてるって話を、はいはいはい、サイト店長があの普通に言わずに、はいはい、その話言っていいみたいな感じで振るから、はいはい、この二人できてんねんなんて。そうそう、あれはサイコ店長のせいやって言ってましたけどね。ゆうすけも昔は若かったなと言われてますけどね。ゆうすけ、僕ですか。北山ゆうすけ、はい、これ誰身内。そんなね、ゆうすけっていうやつなんで身内がいないですからね。誰やろうこれ、ちょっと気になるな。ちょっとあの神戸とか奈良とかあの辺ちゃうの、大丈夫かな。刺激の可能性高いですね。ねえ、疲労なジェティは茨城サイトは平均年齢若いねってね。最年長の方でおいくつなんですかと言われてますけど、最年少で、はい、だから僕と同い年の社員の子が一人いますね、はい、なるほど、その方がまあ一応サイトの中では上かなと。多分上ですか、最年長最年長か、はい、へ、あの茨城サイトではね、ナッツおるわ。30?4 ぐらい、4、え、そんな言っとったっけ、2とかじゃん。あ、またまた、これ誰も覚えてないっていうね。大体30前後ぐらいが一番上らしいですよ。はい、そうですね、はい、ボンド店長、はいはい、顔見せて言われてますよ、ボンド店長。ツルピカーって言われてますよ。ツルピカですね。笑顔しますね、ありがとうございます。ボンド店長同い年だけどお年に見えるのは人生の疲れですかって言われてます。そんなことない。そんなことないですよ。大丈夫、はい、じゃあボンド店長痩せよっかって言われてますけど、あ、痩せたいんですよね、ほんまに。お前痩せたい、マジで。なるほど。30なるまでに、はい、ちょっと65まで落としたいんですよ。あ、なるほど。じゃあもうちょっと絞らないとって感じですか。そうそう、だからなんかいいのないですかね、ダイエット。なんですかね、なんか多分それ言うとライザップ行ってこいって言われそうですけどね。高い。ライザップね、2ヶ月で15キロ絞るってやつでしょう。そうそう、結構大変ですよね。大変ですよ。あ、堤さんは僕と同い年だって言われてますけどね。あ、この人も若いですね。ほぼほぼほぼ歓喜って言われてますけどね。あ、駐車場で待ってますってまた言われてますけどね。金曜日はホモネタウィークなんですかって言われてますけどね。どうなんですかね。あ、北山店長、さっき好きって言ってた方、はい、女子です。え、嘘。食いつき半端ないな。ありがとうございます。いや、女性ファン増えて歓喜してますけどね。初めてちゃうかな。初めて。ルームシェアじゃなくて同棲でしょうと言われますけどね。それは金曜日の放送ね、あの千里店の方に聞いてください。サンタマリア好きなタイプとか教えてくださいと言われてますけど、じゃあ、モンティさんから好きなタイプ、女性のタイプ。ああ、もう休み何してんのって聞いたら琴弾いてますいう。それこの間の子じゃないの。笑ってるけどみたいな、苦笑いしてるけどね。まあ綺麗だね、あの古風な、おとなしい子、古風な方がいいと思うよね。そうなんや。で、ナルシーさんは今の彼女でいいもんね。いや、いいっすか。え。あれ、言うとく。まあ彼女っすけど、彼女っすけど、まあ、色白で、色白でスラーっとして、スラっとして、まあ細身な感じの、はい、可愛らしい子がいい。まあスレンダーな方がいいという感じですか。店長はちなみに好きなタイプどんな感じなんですか。余命ですね。あ、そっかそっか。ざっくりやな。ざっくり。ざっくりやな。じゃあ、あの一応芸能人のなんかこう誰がいいとかあるんですか。あ、僕はですね、はい、めっちゃ考えるやん。ナルセココミが好きです。AV やないか。めちゃくちゃ可愛いないですか。まあまあ可愛いのは可愛いけどね。今めちゃくちゃ可愛いですよ。可愛い、ね、今可愛いの。今めちゃくちゃ可愛いです。あ、北山店長はね、 AV 好きということでお願いします。はい、そうですね、好きですね。はい、金曜はホモ放送、土曜日はコマコマ説教部屋、日曜日は動物放送と言われてますけどね。動物放送って何すか。いや、まあ、あのババコンガーっていうね、ゴリラが要、ね、1匹いるんですけどね。あの池田店長ですかね。池田店長。そうそう、動物放送になってますけどもね。ボンド店長はまた太った、顔がふっくらしたような気がする。いや、まだ太ってないです。そんなね、そんな変わってないと。現状維持です。はい、言われてますけど、歩け歩け運動するって言われてますね。なんすか。
歩け運動。なんですかそれ。じゃあこれちょっと教えてください。教えてください。歩け運動。そうですね。ボンの店長、森山中にいてそう。誰、森山中で言うたら誰やろね。教えてください。体型で決めないでください、ね。サラダ食べたらとかね。食わないダイエット1ヶ月水で過ごせば。これ断食やね、完全に。いやそれがね、無理なんすよ、ね。あれだよ、腹筋の機械って。何だっけ、神戸中央に置いてましたね、これ。ワンダーコアか。ワンダーコアとか、あとあの振動でね、腹筋みたいなやつありましたけど。アブトロニックみたいな、ね。そう、あれ結構きついみたいですけどね。ああ、そうなんですか。ただでもあれだけしても、あの腹筋は締まらないらしいんで。ああ、そうなんや。腹筋運動と併用して使うといいらしいですけどね。できるだけ楽なやつ教えてください。楽なやつ、それ痩せる気ないやん。ね、ライズアップなんかいかんでも、毎日腕立て30回くらいしてれば変わる。あ、ほんますか。腕立てでお腹へこみます。なんか腕ばっかり太くなりそうやけどね。そうですよね。あれでしょ、やっぱり筋肉つけて代謝をよくするとか。まあ、上げろで。そうですね、ボンド店長って40じゃなかったの。40ちゃうわ。誰が40やん。40に見えるんやろ。まだまだ先やで、それは。ハハハハハってやってますけどね。今日はもっこり放送ですか。誰のことを弾くのが好きなのと言ってますよね。誰ですかね。今日はホモデーではないの。ホモデーではなさそうですね、どうやら。ホモデーじゃないですよ。え、可愛らしい男の子が好きって言ってるって言われてますけどね。可愛らしい男の子とは言ってないね。言ってない、言ってない。あ、店長、下水って言われてますね。これ、ダルセココミ好きって言ったからかな。誰、はい、色白細身は貞子だねって言われてますけどね。確かに。あ、ボンド店長、ミヒルと写真撮ってましたよね。ああ、撮ってましたよ。あ、その時はちょっとやっぱ嬉しかったですか。あ、めっちゃ嬉しかった。めっちゃね、可愛いんすよ、ほんで。誰でもええんかい。いや、じゃあ、聞いてください、聞いてください。はいはい、もともと、そんなに、はい、あのタイプじゃなかったんですよね。はいはいはい。あんま作品も見たことなかったんですけど、はいはい、生で見て、はい、めっちゃちっこいんですよ。あ、まあ、でしょうね、150ぐらいしかないじゃない。そうそう、顔もちっこいし、はい、で、写真撮って、はい、まあ、その晩初めて見ました。はい、何の話やね。力説してますけど、私これあの身内コメントのような気がすんな。何すか。あのこのミヒロと写真撮ってましたよねって人。ああ、そうですね、多分なんか出回ってましたね。私これ神戸の刺激ちゃうかなと思うんですけど、気のせいかな。刺激持ってますからね。そう私実はね、その写真一回見してもらったんですよ。ああ、写真ありますよ。やっぱりなんかめっちゃ細かった覚えてるんですよね、店長がね。じゃあさ、女の子好き前提で好きなイケメン俳優聞いてみてって言われてますけどね。好きなイケメン俳優、ああどうかな。僕はあれです。誰、松坂桃李。あ、桃李いいですよね。桃李かっこいいですね。真剣じゃめっちゃ好きやったんで。そうなんや、はい、あ、そっからなんですね。そうそう、ナルシーさんとモンディさん、なんかいます。あ、僕、阿部寛ですね。渋いとこ来ましたな。めっちゃ渋い。あのテルマエロマエね、いいですね。あ、めっちゃ好きです。面白いですよね。ドラマ全部そうですね。あ、見ました。モンディさんは。僕は最近の恋愛映画やってる、はい、何でしたっけ。最近の恋愛、若い子？若い子。40ですか？なんてや。ちょっと古いな。若干古いきましたね、これね。福士蒼太かな。あ、それです、それです。あ、いや、そうだね、福士蒼太かな。これでもね、まだちょっと太ってる時ですよ、まだ。あ、じゃあちょっとじゃあ。あ、ちょっと待って。あ、痛い。あ、いいですね。お前、嬉しそう。めっちゃ嬉しそう。めっちゃ嬉しそう。これ、いつの時代ぐらいですか？これは三国店の時なんで、はい、2年前とかですかね。あ、なるほど。いや、めっちゃ嬉しそう。もっと前のやつありますよ。阿部寛、よっしゃ、ホモやんけって言ってますけどね。福士蒼太、福士君、福士君ってこれ、落合福士君じゃない。落合福士君になるとそっちになりますからね。あ、トノって言われてますけどね。え、ピンクのゴリラですね。そうですね。あ、松尾万内。これは結構痩せてる時やと思う。お前めっちゃ痩せてる。はい、松尾万内。松尾万内さんのめっちゃ面白い。松尾撮りました。めっちゃ面白い。あの、そのおばちゃんファッションが面白いですよね。そうそうそう、ね、はい、全然ね、でもあのなんすか、これは女性用ですか、はい、って聞いたら、はい、ちゃんと男女兼用ですって言うてくれました。ユニセックスなんで、ちゃんと言うてくれました。痩せてる？痩せてる？だと？って言われてますけどね。みんな男も好きなんやね。会心の笑顔じゃないか。どう見ても40やんって言われてますけどね。40じゃないわ。言われてますけどもね。ナルシーさんもお顔見せてねって言われてますのでね。ここカメラあるんでね、たまにチラッと見てあげてください。え、この写真は店長本人ですか？わらわらと言われてますけどね。私ですよ。言われてますよ。疑われてますけどね。そうですね。はい。AV 男優はチョコボール向かいですかと言われてますけどね。懐かしいな。はい。店長コアリズムしたらと言われてますけど。
なんかコアリズム、コアリズムめっちゃしんどいですよ。あ、しんどいですか。あれ腰にきますね。ああ、いやそれはちょっといただけない。いただけない。楽したい言うてますし。楽したい言うてますからね。歩け歩け運動はウォーキングのこと。1日1万キロ。1万キロ1万歩でしょ。1万キロは無理。1万キロは無理でしょ。1万歩だったら。地球一周の4分の1ですからね。どっからどこまで行けるの。すごいね。まあ、1万歩ね、頑張って歩けばーって言われてますけどね。どうします、家まで歩きますか、ボンド店長。いや、こっからっすか。いや、えらいこっちゃね。ただでさえね、現茶でバーってはるのに、ね、ちょっと大変ですね。大変ですよ、そのボンド店長、惚れてまうやろの人に似てると言われてますけど。あー、いや、似てへんね。名前なんでしたっけ。ちゃん、ちゃん、かわいい。あ、そう、ちゃん、かわいいね。似てないですよ。はい、炭酸ジュースダイエットすれば。炭酸ジュース、え、そんなんあるんですか。いや、これあれじゃないですか、それから炭酸水。あ、炭酸水ですね。炭酸ジュースは多分超えるからね。あ、そうですね。お腹膨れるみたいな、炭酸水。そうですね。それな、でも一回やってん俺。あ、そう、はい、でも炭酸水がもうまずすぎて無理やってん。続かんかってん。あ、確かにね。はい、あれ無理なんですよ。私の友達、炭酸水の中にレモン果汁絞って入れて、ま、あの、飲んでましたけどね。なるほど。はい、炭酸ジュースか炭酸水をご飯食べる前に1本飲む。まあ、お腹膨れるからね、そんなに食べるあれもないところかな。なるほどね。じゃあ食べる順番ダイエットみたいな。あ、野菜から食べるみたいな。あ、でもね、あの食べる順番、野菜から食えって言われて、そう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 、実際僕実践したんですけど、はい、ここの2ヶ月間ぐらいで3キロ痩せました。え、マジっすか。あの、ナイナイのね、岡村がダイエット企画やってた時にそれ流行りまして、野菜食べて、そういうおかず食べて、はいはい、最後に米を食べると。で、お米もその時点で結構お腹膨らむから、 あんまりこう炭水化物取らなくても済むそうです、ね、ようになるらしいんですよ。でもおかずとご飯一緒に食べたいじゃないですか。じゃあもう、そうなんですよ。だから以前ダメだ、ね、私も定食屋さんとか行って、あのご飯おかわり自由のところあるじゃないですか、はいはいはい、ああいうとこ行ってご飯7杯ぐらい食ってたんですけど、あのそれをやめまして、やっぱりあの減りましたね。いや、それ、はい、それだけでしょ。そうですかね。でも JP さん結構食べてるからね、いろいろね。いや、それでもまだみんな食べてるって言われるんですよ。ちょいちょい食べてるからね。あ、え、モンティさん、なんかあのさっきエンブレム完成しましたけど。そう、当たり、そうですかね、これ。そう、エフェクトがね、あー、外れた。あ、外れたね。店長、痩せる気ないやんって言ってますけどね。ダイエット関係ねえ。JP、それ気のせいって言ってますけどね。まあ、大体そのまあ、誤差みたいなもんかな。誤差。あ、断食寺行こうって、これ早そうやな。腕立てはフォームをきっちりやれば全身運動になるよってことね。あ、そうなんですね。きっちりやればね。まあ、あの変にね、腕だけこう力入れるとかじゃなくてね、全身に、力均等に入れろってことですね。なるほどね。でも職場のオーナーが食事を少しずつ減量していったら3から5キロ痩せたみたいだよと言ってますね。やっぱでも減量か。絶対痩せる気ないな、これ。無理やな。でも店長、なんかあれですよね、飯の量減らすとか言われると結構きますよね、これね。やっぱ分かります。分かる分かる、すごい分かる。あ、これね、同盟組まないでくださいね。痩せる気ない同盟だよ、JP さん。仕事終わりお腹空くけど我慢するんだよ、もしも耐えられないならビスケットを1枚食べてください。あ、そういうことか。なるほどね。まあ、ね、皆さんやっぱりこういろいろね、ダイエットされてる方もいらっしゃるんですね。いや、でもありがとうございます、いろいろ参考になる。ね、そうですね、ね、モンティさん、僕のこともモンティしてくれませんかって言われてますけど。お、なんかまた新しい話が、ね、モンティさんを襲ってますけども、大丈夫ですかね、これ。大丈夫ですかね。怪しいですね。怪しい。モンティするってどういう意味だ。モンティをモンティする。穴があれば誰でも炭酸水、体に下水で、下水。あ、さっきのね、あのコメント、ハードちゃんかって言ってましたよね。ちょっとハードちゃんっぽいなと思ったんですけど ね、踏み台昇降も結構いいよ。15センチくらいの台で片方1キロのウェイトつけて30分もやればかなりくる。あ、30分、30分家で30分。いやー、ボンド店長ちょっと飽き性っぽいからな。いや、そうなんですよ、ね、やっぱりね、ほら、30分続くかな。コロコロローラーみたいなあるじゃないですか。ありますね。あれもね、はい、買ったんですけど、はい、あの 0.5 回でやめました。あれはきついよ。あれは、あれ結構しんどいよね。あの基礎筋力ないとできないですからね。そうなんですね。はい。なんかテレビ見ながらなんかこうできるみたいなやつあるじゃないですか。今椅子のやつありますね。座椅子のやつとか、まあ、その運動器具とかでもなんかあるんですけど、はい、いっぺん僕試して野球中継見ながらやったんですけど、一回の表に阪神が2点先制されたら、もうそうしてやめましたからね。それは自分メンタル的なメンタルに来るんですよ。はい。そうそう、JP さんね、阪神とオリックスの試合にはかなり過敏になりますんでね。そうなんですよ。
モンティガラス越しによく映るけどクッキングパパに似てる。そんな言われたことある？確かに似てる似てる。荒岩さんですか？荒岩さん。クッキングパパ。あれこれ使えますね。もうクッキングパパ。クッキングパパなりますか？そうね、として似てるって言われてますけどね。ありがとうございます。かわいいですけどね。仕事終わりにご飯を食べることを我慢して寝て朝にがっつり食べるといいよって、ね、夜はやっぱり胃を休めた方がいいみたいです。やっぱそうなんか、まあ、やっぱりね消化しきれないまま寝ちゃうのが一番良くないんでね。でもめっちゃお腹すくじゃないですか仕事終わったら。もう言い訳しかないからね。おい実践しますって言葉一切ないから。まあそうですね、お腹はすきますからね。ね、まあ、食べる時間帯にもよると思いますけど、うん、まあ店長たちねもう帰るのやっぱ遅いしね。そう、そこなんすよほんまに。やっぱですか、家帰ったら一応奥さんは、お料理は待ってるの？こう出し、あ、待ってないです待ってないです。待ってない、はい、一応ご飯はありますけどね。あ、そうなんや。あ、でもね、不規則になるとやっぱりちょっとどうしても食事制限は難しいのかな。そうなんですよね、やっぱ運動しかないですかね、そうなると。じゃあ家まで歩きますか。いや、それはそれは無理さすがに。あ、モンディさんまた緑保留来てますね。あ、来てますが今お、これ保留が変わればね結構暑そうですよ。そうですね、はい、あ、じゃあお先いただきます。お何言うてんの。あとシルバー保留でしたっけね。はいはい、ね、はい、結構ね、あのチャンスはチャンスですよね。賛成柄保留とか見てみたいですけどね。なかなかないですね。なかなかない。全然当たらへんな。やばいわね。冷静に。あかんあかん、今そのことは言ってしまいましたね。みんな忘れてたから今。忘れてましたよ。思い出させてしまった。思い出させましたからね、これはね。はい、あ、さっきの写真のネタでね、ボンド店長痩せてる写真は幸薄いって言われてますけどね。なんでどうしても僕をけなしたいみたいですね。ほんまに店長年齢差し押しなくてもいいんだよって言われてますけどね。いや、全然押しないです、あれや、金曜深夜はこれからは気候なブートキャンプしようって言われてますけどね。あ、いいですね。でも誰も出たがらないんじゃないかな。1万キロに比べれば家に歩くくらい行けるよ。さ、1万キロ比較されたらね、比較対象がおかしいです、ね、店長映像でピザコーラダイエットおすすめ。絶対無理やね。どう見ても太るよね。はい、イロハスの炭酸のレモン美味しい。あ、そうですね、私もこれスパークリングのレモン味よく飲んでましたね。美味しいですよ。自転車移動したらいいやんって言われてますけどね。自転車結構きつい。いやでも ここ近辺あれですね、坂結構きついですからね。結構山道多いんでね。リンゴダイエットかグレープフルーツダイエットはってことでね、これも一時期流行りましたけどね、リンゴダイエット。店長痩せる気ないね。そうですね。フォースコリー使って後輩がマイナス10キロ落ちてたよ2ヶ月で。あ、フォースコリーね、なんかそれ、サプリですね。そう、錠剤飲むやつですよ、はい。それ飲むだけでいいんですか。なんか太りで普通に食ってりゃいいみたいな話らしい。いやでもこれ人によると思いますけど ね、 だから僕みたいにバカバカ食ってると絶対痩せないんですよ、ね。うん、意味ない、はい。一番今有益な情報出たんじゃないですか。あのファンケルのやつとかね、 DHC からそういうの出てますね。出てますからね。そうそう、ご飯食べる前にグレープフルーツの匂いを嗅ぐと食欲を抑えられるらしい。そうそう。あ、そうなんや。そうなんですよ、これは正しい情報ですね。JP さんはラーメンゴール市販代だもんねって言ってますけどね。そうですね、間違いないですね。ラーメンゴールね、あのラーメン食べた後の汁に白いご飯を入れるのがゴールって言うんですよね。もう炭水化物オン炭水化物ですけどね。これがまたね、究極にうまいわけですよ。はい、そう、全部食べちゃうってね。分かった、サイトでも罰ゲーム始めたら前が罰ゲームで痩せさせてくれるんじゃないですか。思わずか。ねえ、じゃあちょっとブートキャンプっぽいのしますか、罰ゲームね。アガー飲んだらお腹壊すってみんな言ってるから、アガー毎日飲めばいいんじゃない。その前にもいろんな部分壊れる。そうですね。舌やられるね。舌もやられる、喉もやられるからね。で、当たり待ってるよってで、ね、頑張ってくださいね。はい、1日1食にしたら逆に太ったってしまいますね。ああ、そうなんですか。あ、吸収率が上がるからかな、じゃないですか。ああ、なるほど。胃を少しずつ小さくしていくことから始めようかと言ってますけど、ね。小さくなるんですかね、そもそも。あの食べる量はやっぱり減らしていくってことじゃないの。あ、そうなんかな。はい、みんな合体したら痩せるよ。ありがとうございます。レピさんくらいに体重あると3キロくらいは誤差って言ってますけど、ね。わし1トンくらいある人間か。みたいね。ダイエットの話題を振ることで当たらないことから目をそらすトリックプレイ。あ、バレてしまったか。バレてしまいましたね。しまったか。とうとう。店長そのままでいいよって言われてますけどね。あ、これ甘やかし発言ですね。あ、そのままでいいですか。ね、モンティ可愛いって言われてますけどね。お、あ、ちなみにモンティのお母さんの名前を教えてください。出ましたね、気候な名物。気候なチャンネル名物、はい、お母さんの名前聞くやつね。あ、本当のお母さんの名前、はいはい、え、本当とか偽物とか本当。偽物も変なことないですからね。、はい、本名で、あ、お母さんの名前、下の名前ね。あ、
ふみこです。ふみこさん、あ、ふみこさんです皆さんね。ふみこさんコメントお待ちしてます。あ、間違いなく当たった時はね、ふみこさんあなたの息子は当てましたよってコメントが流れてますからね、これはね。あ、定番なんですかね。はい、これ定番になっておりますんで、はい。もうでもだいぶお母さんの名前出たから覚えてないんちゃうかな。すごいですよ。皆さん、ね、俊二さんクラスとか含めて皆さん聞かれますからね、この質問ね。ふみこさんこんばんは。ありがとうございます。イエイふみこ見てる。ありがとうございます。ありがとうございます。え、定期コメントありがとうございます。ありがとうございます。え、腕立ての基本は手をつく位置は肩幅より広く、体はまっすぐに手、指先をちょい内側に向ける。これだけでかなりきつくなるよって言ってます、ね。指先をちょいし内側。確かに内側のね、あの腕立てはかなりきついですよ。ああ、なるほど。多分ね、あの負荷が変わってくるんですよ。はいはい。あ、どこにかかるかみたいな。そう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 。じゃあちょっとね、あのボンの店長やるのかわかんないけど。まあ、このコメント見て実践するかどうかです。これ最後やってもらったらいいじゃないの。いや、それは勘弁してください。やらへんのか、はい、モンティのモンティをモンティする、ありがとうございます。いいです、ね、すごい意味深いですよね。狙われてますけどね。モンティのモンティをモンティするってどういうことやろうな。伝わってないですよ。サイトなら万博の外周近いし、あそこ走ったらどうやってますか、ね、あ、でも結構いますよ、走ってる人。ね、そうですよ ね, ますよね、ランニングしてる人ね。もうアブトロニックでええやんって、ね、言われてますけど、2点くらいで諦めるな、アマチュアのファン、モンハンにクッキングパパみたいな敵出てきてたなって。あ、そうなんや、モンハン。振られて10キロ痩せたぞ、やってみようって。振られなあかんの。まずそこから前提か。それもあれやん、何も食べられへん状態やん。で、言い訳のボンド、間違いないね。ダイエットは結局自分の意志の強さが、ね、いりますってこと。そうですね、普通にご飯は食べていいよ、だけど炭水化物過去米パン麺汁物だけは意識し、あ、粉物だけは意識して減らせばいいよってね。おかずは食べたいだけお食べってことでね。ちなみに私も食生活こんな感じですね。あ、そうなんですか。ご飯系はちょっと控えるというか少なめにして、おかずはいっぱい食べる感じですかね。はい、でもおかずを食べてたらご飯欲しなりません。それそれ。そうよね。でもね、でも慣れてくるんですって。慣れてきますよ。だってご飯美味しいやん。じゃあもう痩せるな、もう痩せるな。太ってしまえ。はい、食事制限はあかんよ。必ずリバウンドする上に筋肉も溶かして減らすから。詳しいね。はい。食事制限より、ね、まあ、食べて動かせってことですね、やっぱりね。やっぱり運動するしかないですね。そうですね、絶対する気ないけどね。いやいやいや、そんなことないですよ。帰ってご飯とかご飯後にコーヒーとか習慣になってしまってるよ。でも別に食べないで寝ても問題はないんだよ。夜は胃を休めようって言われてますよね。でも食べたくなるんだよね、きっとね。いや、食べたくなるんすよ。そう、うまいです、うまいです。モンティさんをモンティするのは結局店長なの。どういうことどういうことなの。どういうことなの。モンティするの意味は何やねん。皆さんは探偵ナイトスクープ見たりしますかって言ってますけどね。あ、最近は見てないですね。そうですね、昔はよう見てましたけど。あの、ね、西田局長ですけど ね、 ね、今面白いですけどもね。面白いですね。はい、いっぱい食べる君が好き。そうですね、この CM、何だっけ、カロリミットかですね。はい、うん、私も一時飲んでましたけどね。あんまり効果はちょっと私は実感できなかったのでやめましたけどね。店長、手術で胃を小さくするしかないみたいな。そこまで物理的には問題になってくるんです。超大げさになってきますけどね、これ。そうですね。今来ました、1回は当たりましたか。1回は当たりました。1回は当たりました。ふみこさんこんばんは。いえ、ふみこ見てる。そうですね、見てるかな、見てないかな。空腹にしすぎるのも蓄えようとするから、こまめに少しだけ食べるのもいいよってことでね。あ、なるほどね。そうですね、やっぱり適度に食べた方がいいよってことですね。ふみこ隣におるで、ありがとうございます。ふみこさん、息子さんをください。ふみこさんはいくつですか。お母さんいくつ。モンティさん44ぐらいやった、ね、めっちゃ若くない。めっちゃ若いやん。若いお母さん、ふみこさん若いですね。ほら、ゼッピーさんストライクゾーン来たよ。だからなんでそうそう俺に振るの毎回毎回。いやいや、お母さんネタはゼッピーさんでしょ。やっぱ振られるのかな。だって上は71。もうそう、上は71。上だもんね。71。だから昔そのスナック行った時に、はい、そのあのバレンタインのチョコレートを、はい、その71の方にね、はい、もらったことがあるっていう話をしたら、もうすごい勢いでそれが拡散しまして、はい、現在こういうキャラクターになってます。受け入れたわけですね、要は。また、意味深な発言せんといてくださいよ。受け入れた、意味深。受け入れたんですね。ふみこは、俺の隣で寝てるよ。出た、もう定番コメントしましたよね、これね。どうするもんって。お金は基本使い捨てです。なるほど。いや、でもね、あの大東店のね、あの山本さんとかいらっしゃるんですけども、はい、その方のお母様が非常にニコ生
お好きでですね、実際に息子さん出られた時のあのコメントまでいただきまして、あのその時にあの流れてきました、あのいつも息子がお世話になっておりますとコメントが流れてまいりまして、本当ですか、であの名前をちゃんと漢字で書いてくださいって言ったら、ほんまにあのご本人の漢字が流れてきたんで、あ間違いないです、うちのおかんですってで来週その次の週にまだ聞いたらほんまに書いてたみたいですと、はい、言ってはりました。すごいな、おかんまで見てるんですか。ありがとうございます、本当ありがとうございますね。ふみこさん、私はお宅の息子さんの息子の親友ですって言われてますけどね。どういうことだ、遠いな、ちょっと遠いな。ふみこさんいつもお世話になってます、お世話になっております。もう俺おかんの名前覚えられへん、誰が誰のおかんかわからないから確かにたくさん出たからね。そうですね、店長最後まで当たらなかったら腕立て伏せお願いします。当たって ST 入ったら帰りすき家行っていいよ。すき家すき家なの、 OK だね。 やっぱり深夜に食べるのが一番ダメなんじゃないって ね俺もサービス業してるからわかるけど、本当は定期的な時間に3食食べるのが一番いいねって。そうですね、じゃないですね、周りの人間を太らせて相対的に痩せる。あ、なるほど。遠近法とあんま変わらへんけど大丈夫。あ、来ましたよ皆さん。キセラって何ですか。あ、来た。じゃあ誰か答えて、ね、誰か答えて。キセラは都市開発でだからね、ついた名前なんですよね。あ、まあまあ発展途上というかね。はい、都市開発。サイトもそうなんですよ実は。あ、そうなんですか。そうそうそう。そうですね、らしいですよ。昔茨城西みたいな名前だったらしくて、あの町の開発と同時にサイトというのがついたんですよね。そう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 、はい、なるほど。そんなノリ？まあ再開発という意味、ね、横文字というのが非常に珍しいということですね。かっこいいですね、キセラね、はい、キセラ川岸店ね、明日から、グランドオープンでないわ、明日はと開放週が始まりますのでね、ぜひお願いしますね皆さん。キコーナーって野球部多いけど野球推薦とかあるのって言われてますけどね。あ、野球部出身の人が多いってこと？野球してる人がってことですね。そうですね。あ、そんなこともはないけどね。あ、僕もやってましたけどね。あ、お前もやってるんですか？まあ、小中です。あ、まあ、なんかサッカーと野球の率が結構高いような気がしますね。確かにね。白米うまーって言われてますけどね。白米うまーですよ。うまいですね。あ、俺もまいまいさん派、おかずいっぱい食べたいってね。私もそうです。モンティ人気やけど、俺はナルシー推しやで。かわいい。かわいい、狙われてる。俺は意外とかわいいんですよ。意外とかわいい、自分で言うだけどね。自分で言う、喜んでもうてるやん。こんばんは、今来たけど今日の放送はダイエットテーマ、そうですね、はい、はいはい、皆さんでね、考えていこうって感じですね。お願いしますよ。お前ら太りすぎて靴下すら自分で履けなくなってしまえ。おっと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 っていう感じですかね。おっとっと、はい、ボンド店長、気候なダンスして痩せたら DVD 出そうよと言われてますけどね。DVD？ はい、あのね、気候な CM さんのダンス CM ありますけどね、あれ覚えて痩せたらその DVD 出そうと言われてますけどね。わかりました、じゃあ、はい、やってます。ダンスダイエット、ダンスダイエット、ダンスダイエットしましょうか。そうですね、ちょっとキレでやらないとダメですけど、ね、キレで、皆さんテレビ番組何が好きですかって言ってますけどね。テレビ店長とかどんなん見んの？あんまもう見ないっすけどね今。あ、見ない？見る時間がまあ大概深夜なんで、はいはい、なんやろ、なんか特にこれみたいのはないっすね。まあゴールデンタイムはね、さすがに見れないので ね、 そうなんですよね。まあ録画してまで見るものもちょっと最近はないかなっていう感じですか。だからこの仕事始めてほんまテレビは見んくなりましたね。あ、やっぱりね、私も、はい、このエンディク入ってからはそういうなんていうの、昔はね結構めちゃイケとか、はい、ああいうの見てたんですけど、うん、やっぱりちょっと見る時間がないっていうのもあるん で、 そうです、ね、で帰ってくる時間 もう朝なんで、もう最近本当のジップとかスッキリしか見てないですね。本当に。あ、なるほどね。はい、ナルシーさんは何か見ます？テレビ。僕は目覚ましテレビとワンピースぐらいですね。ワンピース好きなんや。もう YouTube ですね、ほとんど。ああもうね、あの動画でね、お世話になってる感じですかね。そうそうそう、はい、茨城と摂津の境から、サイト店まで自転車で行ってるけど、ちょっと痩せた。あ、マジっすか。それ どんぐらいなんやろ、時間的に。境でね、結構、でも結構北の方やと思うけどな。ですよね、はい、結構距離ありません？はい、あると思いますよ。今日のコナンの映画見に行く人おるって言ってますよね。あ、今日からね、コナン映画、今日からですよね。昨日っていうか、まあ、日付変わったんで昨日ですけど、ちょうどね、読売テレビ、日本テレビ系列ですかね、はいはい、コナンの去年の映画やってましたよ。あ、でその裏番組ではドラゴンボール Z やってましたけどね。ああ、神対神。そう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 、どっちですかね。私、まあ、どっちも見たいけど、
ドラゴンボールは見に行くかもしれませんね。あ、マジですか。はい、ちょっと私ベジータ好きなんでね、ちょっとベジータ見たいんですよ、ね。はい、ベジータ好きなの。ベジータ好きなんですよ。ダメだ、珍しいですね。え、そうですか。ベジータ好きな人結構多いと思いますけどね。あ、ますか。え、違うの、ダメなの。ご飯じゃんすか、一番、ね。ご飯なんや、はい。あ、ドラゴンボール見に行く、復活の JP って言ってますけどね。復活の S じゃなかった、あ、F か、復活の F ですよね。フリーザの F。あ、コナン昨日の見た、あ、ね、あのスナイパーのやつやってましたね。はい、クソったれーってベジータ来ましたね。クソったれー、ベジータ来ましたね。ビッグバタック、ありがとうございます。R 藤本来ましたね、完全に。マイマイベジータのものまでしてしないよ、ね、ビッグマンアタックですかね。日テレ派のマイマイとフジテレビ派のフジモンティと、あ、フジテレビ派のモンティと言われてますけどね。店長が見るものは AV だけ。だけじゃない。ネットで AV だろう。アカシアテレビとかって、ね。明日はフリーズ様の放送ですか。いや、間違いないね。森茂樹がフリーズやってくれるんじゃないかな。あ、はい、前々クレヨンしんちゃん見てたもんね。そう、クレヨンしんちゃんの映画って結構泣けるんですよ。クレヨンしんちゃんも面白いですよね。面白い。俺さん、おね、やっとなんか展開良くなってきましたね。展開良くなった。ちょっとマジで当ててね、もう1時半ですよ。そろそろもう上げないんだよ。1時半。コナンの裏番組のドラゴンボールワロタ、富士は狙ってやったの間違いないよね、これですね。まあ、そう見るのが妥当でしょう ね、 そうですね。私はあのこれ知らなくて、あのコナンずっと見てたんですよ、あの家出るまで。はいはいはい、で後であのツイッターでなんかドラゴンボール見てるっていう人がいて、あ、ドラゴンボールやってたんやと思って。ちょっとショックやったけど、でもコナンの方がちょっと面白かったです、私は。お、見てる？連絡来るよ。あ、なんやねん。怒ってるよ。マジ横じゃないですか。怖い、これ。店長、また引き弱いんじゃないの。やばいっすわ、マジで。大丈夫じゃない。これは、えらいことなるで。食べて痩せたいならサラダだよって、ありがとうございます。そうですね。分かった。次回の北摂地区集結スペシャルはダイエット企画配信。怖いわ。どうなることやろ。まあ、確かにサイコ店長もちょっとふっくらしてきたから。ですよね。まあでも庭店長はだいぶね、ほっそりしてるんで。スラーっとしてますよね。じゃあ2人でちょっとどっちが痩せるかやってもらおうかな。あれやってみたら、チアシードだったか、水を含むと10倍に膨らむ種、ゴマみたいな大きさなんだけどね、と言われてますけどね。あ、これ食べたらお腹がちょっとあれかな、膨らむってことかな。あ、なるほどなるほど。外科的処置って、これ手術しろってコメントですかね。ST 中の女の人のボーカルの曲が超好きなんで聞かせてください。頑張ります。いや、頑張りますよ。マイマイと同じくらい。皆さんはトランクス派ですかって言われてますけどね。それ聞いてどうするの。ほんまに。分かんない。以前もこの質問来ましたよね。あ、そうですか。JP さん何派ですか。ちなみに僕両方です。あ、両方、両方。適当にあの日銭かなんかの通販で、はい、あの詰め合わせを大量に買うやつ。詰め合わせで、あの10枚ぐらいボーンってあの柄適当に入ってるんですよ。あ、はい、ランダムでね。じゃあ、北山店長は？僕はもうボクサーパンツ、ね。あ、まあ多いですよね、ボクサーブリーフね。ナルシーさんは？僕、ブリーフですね。ほんまに？嘘やろ、絶対嘘や。ボクサーブリーフ。ボクサーブリーフ。ちなみにモンティさんは？じゃあ、アイダブル。じゃあってなげ。じゃあってね。ボクサーですね。ボクサー。え、お前ボクサーな。ボクサーっすよ。ボクサーっぽくないよな。ボクサーっぽくないっすけど、ま、うん、パンツがもうボクサーってなってるんで、しょうがないです。どういうことやん。最近でもボクサーブリーフの人多いですもんね。ボクサートランクスもね。ボクサーパンツ派が多いですよね。春雨とかマロニーは少量でもお腹に入れると膨らむから満腹感あるんじゃないですか。あ、なるほど。私でも朝は春雨食べますね、よく。あ、思いますか。うん、スープ春雨じゃないか。うん、大量に買って、あれね、100キロカロリー以下が結構多いんですよ。ありますね、それを売り文句にしてますよね。そうそう、だからあのおむすびとあの、はいはい、あれその春雨とかで朝食べて寝たりしますけどね。あ、なるほど。最終手段だけど脂肪を手術で取り出したら。いや、もうこれもう最終、ほんまの最終やね。ほんまに最終手段。いや、おお、剣刺さった。おお、熱っ。剣刺さったよ。ボンド来たよ。さあ、見せますか。ボンド頑張れ。ナムナム来た。ナムナムナム。あ、ナムナムね。久々にナムナム来ましたね。ナムナム。多分隣のナルシーさん外れろと思ってるはず。絶対思ってるはず。あら、ギジいっちゃう。え、弱。あ、ギジもしない。チンケン。あ、ギジもしない。誰もふんどしおらんのかってやってますけどね。マイマイは赤ふん白目。そうですね、マジで外科ですよ。赤織から。もう一回来るでしょ。でも多分、まあ、あ、でも蝶々来てるからどうなんすかね。どうすか、ギジ連来ないかな。あ、う、やばい。そう、もう一回。あ、剣一本。いいね、いいね、いいね。いいよ、いい流れ、いい流れ。あ、赤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 、
で金煽りですね。三世来い三世。ね、これねこれ。三世来い。おお、ゼロアタック。V お。これでずっとあの色変わるやつ。色変わっていくやつですね、これね。今青ですね。確定のレインボー来い。シャカーって言われてますけど、ね、シャカーじゃないよね。シャカーじゃない。シャカーは宮戸店長やからね。はい。青。弱い。青からまだ弱い。あら。うわ。え青えマジで青からのやろからのまあまあが、まあ、一応これここはまあまあ安定ですから、まあまあそこはね。いやほんま頼むわマジでほんまにこれ見てあげてください。ナムナムしてますんで。ナム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 店長ですからねこれね。あとリーチにもこれリーチ弱くない。これ弱いですね。うそ。うわこれミッション緑でしょエフェクトやばい。ああって言われてるけど。ああ分かった分かった。一応チャンス一応チャンス一応チャンスよ。まあ、結構赤タイトル今回多いらしい。おーキャッチ来た。赤2回赤2回いいですよ。赤ビドンはいいよ。尻上がりパターン。これみんなないと思いますうせやマジで怖いな怖いな。尻つぼみどりわからリングネロからの怖いな怖いな。あるでないであるでボタンあるでガスコンロ来いガスコンロコンロコンロガスコンロ。おー来い来い店長よっしゃカメラ店長今1カメ1カメイエーイいい笑顔一にしてる。見事かわいい。いやあやっただった久々になんかいい笑顔見たいい笑顔店長こっちみんなって見ますよ唇かおめやったぜいやーやったさ さあこっからですよ。とりあえずちょっと SC ねよ SC とりあえずね、森千秋の青島さんです。分け目が1ミル。店長小本みたいになってるよ。あのあれかあれと何だっけ？次課長。あ次課長や。次課長の。ゲローってシャッカメン来たおめでとう。いや見事でしたね。いや素晴らしい。ちょっと青でヒヤッとしましたけどね。そうですね。でもだんだん良くなっていきましたね。さあここからですよここから。いやすげえ嬉しそうで何よりだって。店長本当ですね。いやほんま良かった。ゼロ SP 中の赤ビジョンは本当の激アツっぽいね。ああなるほど。おめでとうでございますね。91分経過わらわら。よかったね。それは言うたらそれは言うたらダメ。店長さっきより神の見てるでって言ってますけど。いやそんなことない。どんなんやそれ。どういうことですか。ね社会おっと誰か来たような。そうですね社会じゃないね。これもまた強攻撃ですね。強攻撃か。あとは繊維を倒すだけよ。そう、そこですよ。そこなんですよね。そこが一番難しい。強そうやもんね。強そう。寄って寄って何連しますか。おお。ああ。さあ、そして連打。ですね。まだある。ありますよ。この敵ってトラブルのボーカルって言いますけど、この敵は繊維カミューですね。店長頑張って。店長頑張って。うわ、やば。うわ。なお倒せないので避けるだけの模様うわまた負けたマジかよナム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 言うたのに。はいうさんくさい倒れ方話にならんちん繊維強って言われてますけど、ね、強すぎやろ繊維強敵強しすぎますよねこれね。いや今2の0かきついな。まあ、まあまだ ST ね、ST じゃん、時短あるから。いや、時短中に引き戻しますわ、それやったら。たぶん引き戻したらあれですよ、もう確実に今日 MVP ですよ。ですよね。間違いないから。いやでも2分の1の突破難しいね。むずいっすね、ほんまに。なかなかみんなね、よく入りますよね、打ってる方は。打ってる方ね。隣の台はよく入るってやつですけどね、ほんとにね。復活もあるよーって言われてますけど、終わりましたね、チーンって。ほら、ナームって言われてますよ、チーン。ナムナムって。いやー、さっきのナムナムは通用したんですけどね、はい、大当たりしては通用してなかったですね。関西で ST 中見せてない、来ないでってことで、ね、先週の奈良放送はね、ST 入ったんですよ。入りましたね。あのたこ焼き店長ね、はい、中条店長が入れてましたんでね。はい、デブが ST 入れれるわけないと言ってますけどね、そんな関係ない、それ関係ないです。はい。ふみこさんの得意料理って何って言われてますよ。モンティさんのおふくろの味を教えてくださいって言われてますけど。あーカレーですかね。カレーライス。カレー。ちなみにカレーのお肉は何使うんですか。あなんか脂身のやつ。脂身のやつ。牛すじ？牛すじ？牛。ブロックなの。ブロック。牛か。ブロック。牛ブロック。牛肉かな。牛バラブロックみたいな。牛バラ。そうバラでしょうね。美味しかったですね。ちなみにナルシーさんのお母さんのお名前は。ともこです。あ、ともこさん。ともちゃん。ともちゃん。誰々しいな。えらい
今あれですね、あのナルシーさん照れてましたけど、恥ずかしかった、えらい照れてましたよね、恥ずかしい。キセラ川岸ってどの辺と言われてますけど、川岸警察署の近くらしいです、はいですね、はい、すぐ南って書いてましたからね、はい、あ、ともちゃんこんばんはって言ってますけど、ともちん、ともちんね、はい、また終了前にキセラって何か聞くからと言ってますけどね、わかりました、ゴールデンウィーク帰省するのですが、どこに行けば前々にありますか。ね、曜日の配信によるけど、だいたい配信店舗にいますので来てください。名前ネタでよく使うのは伊勢崎のまっちゃんの久子と鶴見の木村のまりこと嫁の萌えちゃんの三強って。そうですね、だいたい使う、あの放送ネタで使われてますからね。そうですね、ともちんハートマーク、ともちゃん元気かなって言われてますけどね。まさかともちゃんの息子だとはな、成長したな、ともこ見てるって言われてますけど、モンティ頑張れって、ね、言われてますけど、いやともちゃんに対するコメントがすごいね。ナルシーカメラ目線お願いします。ついでに投げキッスください。キモい、おいキモい言うな、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 いや今のタメがちょっとゾワゾワゾワってした、ゾワゾワってした、つい出ちゃいますね。だってほらコメントキモキモって言われてるから。もっとください、もっとください。今更だけどモンティって新人さんですか。カメラにピースしてと言われてますけど、モンティも投げキスしたい。モンティ投げキスすんの。それはしない。あかん、おえーって言われてます。いい、すごくいいって言われてるよ。怖いよ、それ怖いよ、怖いよ。トミコは俺のおしめ、トモコは今俺の横で寝てる。ありがとうございます、抱いていただいてありがとうございます。モンティにされてるわけですね。そうですね。なるほどね、モンティ、モンティするね。トミコがモンティされてるわけだ。よくわからない。よくわからへんけど、そういや昨日奈良駅前寝落ちしちゃったってことでね、タイムシフト YouTube で見てください。はい、よろしくお願いします。はい、言われてますね、店長去年の栄光はどこ行ったんやろうと言ってますけどね、間違いないね。ほんまにそうっすね。ちょっとね、引き溜めすぎてもダメなんじゃないですか。ダメ、やっぱちょこちょこ、ね、発散させないとダメかもしれないですよ、これね。トモコと布団でラッスンゴレライと言ってます。何すんねん、何すんねん、ラッスンゴレライ。どういう意味や。ドラゴンボール見に行くと特典で、端子本もらえる。ああ、そうなんや。なんかゼロ感とかそういうのもらえるか。ああ、なるほどね。はい。コナンの裏番組のドラゴンボールワロタ。そうですね。ドドリアさんやっておしまいなさい。明日多分聞けると思います。神戸中央でね。はい、神戸中央のハード、復活の M じゃなくて、で、復活の M じゃない。マイマイの好みほんまに変わってるって。なんでベジータ好きな人多いって絶対。多いんやろか。いや、多いよ。いまいち男性側としては納得しがたいところありますけどね。まあ、ちょっと紐ですけどね、完全に、ね。紐いもん。完全な紐ですよ。完全に紐ですけど。まあね、ブルマもヤムチャや思いきや、ね、そうそうそう、そっち行ったかみたいな。ヒロタンやんみたいな、だいぶビッチですからね。はい、ビッチ、おい言うな。あ、すいません。うちの娘はコナン見てた。コナンでも面白そうでしたけどね。フリーザさん真面目な部下に対しては基本的に有能な上司やのみなと言われてますけど ね、はい。倒れ方を参考にしますね。私の戦闘力は5万3000です。ありがとうございます。これ53万でしょ。53万。この人は5万3000って書いてますけどね。私の戦闘力、この人の戦闘力じゃない。お、来た。あ、残念。あ、やばい、これもう終わるね、駆け抜け。終わるわ、早いな。これ本当に右打ちというか時短めっちゃ早いですよ。めっちゃ早いですね。リーチありました？リーチは今のところはこの高校になってようやく来たぐらいですね。豆腐が一番、豆腐はね、カロリー低いんでね。あ、なるほど。コナンのセラさんが男なのか女なのか迷った。あれ女じゃないの？あれ女の子ですよ。セラの姉ちゃんって言ってたけどね。そうそう、ゼロ少なかった。ドラゴンボールも明日から映画開始だからだよ、たまたまということで。やっぱりたまたまなんかな。いや、ぶつけてきたのしかなんか思えないんですけど ね、ようやくキコちゃんお得意の賛成ディス始まった。賛成ディスしてないけどね。はい、マイメイの罰ゲーム料理を毎日摂取すれば痩せるんじゃないの。どうですかね。 JP さんも強制参加で気候なブートキャンプやろう。僕多分動かないですね。もしくは車から出てこないですね。もうね、あの鍵閉めて出てこない感じですけどもね。はあ、いやなかなかちょっとね、ST に入るのは難しいな。あとじゃあモンティさんもね、ちょっと当たり見してもらいたいですね。まあ、当ててへんよ。当ててへんよ。当てたいっす。プライベートで引きが弱いっていう人大概ニコナマ強いんですけどね。そうですね。女ボーカルの曲聴かせてよーって言われてますけど、残念ながらね、ST 入れなかったね。店長は大当たりゼロって言いたかったのに何してくれてんだよって言ってますけどね。当てちゃいました。、はい、今日2000ハマリ見て売ってる人の心情をお察ししたって言われてますけど、ね。いやー、えぐい。
セインの強敵背景やったマックス級はありえますからね。まあね、2000でも5倍か5倍ですよ、まあ、確率的にないとは言いきませんから ね、店長は2000ハマりオーバー打ってる人見てどう思ったりしますかと言ってますけど、まあでもこれ一人の人が2000ハマってるわけじゃないかもしれないんでね。そうですね、それはもうなかなか言いづらい。そこはあのナムナムって返しといたらいいんじゃないですか。祈るしかないな。そうそう、宇宙一強いのは悟空でもフリーザでもないセインカミューや。ありがとうございます。間違いない、はい、北京原人ダックって、ね、言われてますけどね、言われてますけどね。言われてますね、はい、そんな関西の配信してる店長デブ比率高いって言われてますけどね。そんなおるかな。そうですか。そのどの辺までがデブなんかがちょっとわからない。私は LINE引きがどこなんかなって、ね、そうそう、なんか自分のこと呼ばれてるみたい。過去母親からともちゃんと呼ばれてた。なるほど。言われてますけど、タイムシフトってプレミア会員しかダメなのってことで、そうですね、ニコ生のプレミアム会員の方はタイムシフトっていうあの1週間だけ、はい、コメント付きで見れるんですよ。生放送もね。そうそう、それ以外の方は YouTube でご覧いただけたらと思います。はい、ハゲが好きなのかそうじゃないけどね。そういやフリーザが金色って卑猥やねなんで卑猥なんやろ。ドラゴンボールはクリリン以外みんなひもやん。そうですね、悟空もひもやもんね。あ、悟空もひもやね。悟空だって玉の腰でしょ、あれ逆玉か、玉の腰か、逆玉やね。逆玉ですよね。そうそう、だってあの牛魔王の遺産食いつぶしてもね。完全にね。はい、バッサリやな、あんた。てか悟空の家庭の収入源知りたい。いや、牛魔王がだから金持ちなんじゃないの。そうでしょ、ねえ、ねえ、あ、単行本ね、はいはい、モンティ当ててやってね、言われてますけど。当たります。当たります。当たるはず。保留編が予告ってやっぱりいらないねってね。だってそれ待ちみたいなところあるから。初代ガロとか昔のエヴァが懐かしいなと言われてますけど ね、まあ、そうですね。ブルマとフリーザーどうやって愛を育んだの。フリーザーじゃないよね、ベジータだよね。俺その組み合わせあんまり見たくない。怖い怖い、恐ろしい恐ろしい。薄い本ありそうですけどね。殺しますよって言われそうやもん。マイネージャー、ピッコロにいたっておそらくニートやぞ。いやいや一応神様やったんかな。そうですね、昔はね。はい、三世昔オリジナルのロボものあったよね。あれ楽しかった。あるそうですね。あ、そうなんや。 RSD、はい、RSD ですかね。 SRD か。あ、そう、 SRD、 あ、そうですか、 SRD です。コーナーはダンスあるけど、酒パワーはダンスないの。酒パワーはダンスないけど、麻雀配信はあります。お願いします。はい、まゆめさん、僕を養子にしてください。養子はちょっとノーセンキューですね。JP って芋洗い坂係長って名前で芸人やってない。全然一時言われてたよね、はい、最初の方は、言われた時期あったね。UK カズのごとこでありがとうございます。店長ガッツポーズ、店長飯うまって言われてますけどね。ボンド、たこ焼き、ハード、ババコンガのそれぞれの店長を痩せたら魅力なくなるって言ってますね。そんなことない、そんなことないよ。あ、一台も ST 入っとらんやないかいって言われてますけどね。頑張ってください。ほんまに申し訳ない。はい、ともこさん、息子さんをください。ありがとうございます。売ってて楽しい。 逆プロポーズですね、これね。ボンティ、ガラス越し疲れてるように映ってるよ。ふみこも応援してるよ。あ、頑張ります。ミスターサタンにたかってたな。あ、これね、悟空の一家 ね、一応あのご飯のお父さんですからね。そうですね、悟空の英雄性は全く考慮されない。いますよね。はい、ね、不覚にも笑った。職業神、危険な人。そうですね、ドドリアさん捕まえなさい。マイマイさん、ファイナルフラッシュ習得しましたか。今練習中ですね。はい、いやー、ちょっと時間あと15分ですよ。嘘やん、マジで。ST 入れてよ。さっきね、ボノデジョ ST 入ってたの間違いなくってことだったんですけどね。あれは入れときたかった。当たり方も結構ね、いい感じでパチンと当たったんでね。綺麗な当たり方やったんけどな。そうね、あ、今日この台2500ハマってたわけね。やっぱりマックスタイプはね、もうそれは仕方ない。ありえます、はい、うん、ありえちゃうんですよね。前々はベジットソード習得済みです。ベジットってあれだっけ、あのポタラのやつでしたっけ。そうですね、懐かしい。いや、7点とかも見たいですけどね。ちなみに大東は一番最後の最後に7点来て外しましたからね。そう、私その7点、8点で外れるの初めて見たからびっくりしたわ。外れんねや。いや、びっくりしました。確定やと思ってた。言われてますけどね。フリーザ様な。あれでしたからね、はい、大東店の今井主任がそのリーチかかって、はい、外れた瞬間にあの画面にかじりつきましたからね。はい、うっすやー言うて。いや、それは信じられへんでしょ。そうですね。いやー、ちょっといいところ今のところないんじゃない。ないですね。ないですね。
ね、しかし金曜日の放送はガラス安定してるよ、さすが見せたもん勝ちってことその顔見せたもん勝ちってことみたいですよ。多分この方にとってはだいぶ重要なファクターなんじゃないですかね。なるほどね、なるほど、はい、あフリーズ様な呼び捨てすんな、じゃあコメントもちゃんとねフリーズ様って入れといてください、ね、様付けでお願いします。はい、復活のね F ですんでね、はい、ST 見せてってことでね、とりあえずもう当てないと話にならないんで当ててください。マイカさんちゃんとコメント読んでくれるから嬉しい、ありがとうございますってね、ありがとうございます。ブルマとベジータのラブラブってあったっけ。いやここがね実はないんですよね、全く描かれてないんですよねこれね。パスーンって変わったやん、そうそうそう、いきなり結婚してたやん、ね、そうそうそう、確かにそうですね、その間が全くなかったんですよね。そう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 、いつ声かけたみたいないつどうやってあらったんやみたいな。でもこれあったかもしれへんな、なんかありましたっけ、あったっけ、記憶ないけど、なんかね、どっかの片隅に、ね、あったような気がすんねんけどな。ブルマが、もうほんまにブルマが拾ったみたいな感じだったわけですよ。どうやったかな、忘れたけどね、見せてくれ。皆さん、ドラゴンボールはどのキャラが好きですか。じゃあ店長から。僕ですか、はい、僕はさっきも言いましたけど、ご飯、あでもセルですね全然ちゃうねセル、なぜセルが、あのアナゴさんですけどね、声がやっぱいいっすよね、若本さんって若本さん、なるほど、はい、ナノシーさんとかドラゴンボール見てた。いやそんな見てないですね、ちょっと世代じゃないよね。そうか、そうやな、じゃあもうモンティさんとか全然ちょっと分かんないんじゃない。知らんのじゃん。いやドラゴンボールはでもまあ、ずっと有名でしょう。まあ、まあ有名はな、うん、今の子供でも知ってるもんな。あそっか、リメイクやってたんでしたっけ。今もやってますよ。やってましたからね、あそっかそっか、はい、でもあの確かにセル編のご飯はめっちゃかっこよかった。かっこいいですね、あの子供ご飯ね、はい、そうそう、あの学生になってからちょっとあの間抜けになっちゃったけどね、まあ、まあ、戦いが嫌いなんでね。そうそうそう、平和主義者やからね、しゃあないですよ。でも子供ご飯が一番かっこよかったもん、ね、子供ご飯はほんまかっこいい。あれブーのデブの時って言ってますけどね。あ、まあね、あブーが好き、あブー好きな人おるんや、可愛かったもんね、ブー可愛い、うん、アニメでちょっとあったようなって、ね、言われてますけど、回復の T って言われてますけどねST みたい、タイム予約しといたら無料会員でもタイムシフトで後で見られる。あタイム予約ねしたらお願いしますね、先にね、はい、あの番組そのものを予約していただいたら後で見ますけどね。そうですね、そうなんや。私でもあの女子やったら18号好きです。18号好きでしたけどね、かわいいですね、はい、18号はちょっと好きでしたね、うん、やっぱりバータが一番バータってあれちゃん、あのギニュー特選隊、ギニュー特選隊ですね、めっちゃコアな人いるな、ピラフ代用かなって、ね、言われてますけど、セル編の少年孫悟飯イケメン、そうですよね、私もそう思う、一番かっこいいと思う、うん、かっこいい。皆さんのパートナーとのならすめを教えてください。何すか、あのパートナーとのならすめを教えてください。出会いとか、あ出会い、あじゃあ北山店長、出会いから、僕はあの職場ですからね。あそうなんですか、はい、職場キコーナーです。あれですか、どの時代というか最初の方、あ入社した1店舗目のお店で、あそうなんですか、僕社員で入って、はい、で途中からアルバイトで今の嫁が入ってきて、で一目惚れされたんですよ。おマジです、マジ、はい、ほんまに、ちょっとそれ画面に向かって、画面に向かって、はい、3219、一目惚れされたんです。ええって言われてるよ。いやでもね、ほんまにね、はい、今の僕を見ると信じられないかもしれないけど、めちゃくちゃモテてましたよ、ほんまに。あ、そうなんや、職場恋愛多いで、シャカーって言われてますけど、あ大島さんこんばんはって言ってます。誰が大島やの。誰が森三条大島やの。北山店長モテモテやったんや、ほら嘘つけって言われてるよ。ほんまに、あ、いいって言われてますけど、昔はね。ちなみに奥さんとは年は離れてるんですか。そうですね、4つ上ですね、向こうが。奥さんが上なんや、はい、奥さんからしたら詐欺じゃないかって言われてます。この顔が言うんだか、はい、あ失礼、言われますよ、でも嘘やんって、ね、はい、嘘やん言われてますけどね、昔の写真はよう、じゃあ次回ねお持ちいただけますので、職場恋愛多いねって言ってますけど、まあ、キコマさんね、本気やったら、OK、そう本気で責任取れるんだったら OK って言ってたんで、そうですね。ヤルシーさんは今の彼女の出会いは、今はあれですね、紹介に、あ紹介、まあ、あのよくある紹介ですけどね、それぞれで、まあ、初めてですね僕、えそういう紹介で、初めてなんや、うまくいったとか、あの彼女のお年は、まあ結構下なんで24かな。なるほど、若いね、いいね、なんかフレッシュな感じやね、楽しいね。モンティさんちなみに彼女は、僕はまだいない、ね、まだいない、はい、いや彼女募集中ということで、あ遊びたい、ね、遊びたいや、ね、縛られたくないね、縛られたくないもんね、そこはこう今嫌ってるということですね、決してない女の子で遊ぶってわけじゃないよ、皆さん誤解しないでね、結婚すればいい、あえて作ってないの彼女、あそういう、作れないで、ほら
モンティをモンティしたいっていう人いるんだもんね。あ、まあそういうことだな。モンティとモンティしたいからモンティしてるわけやな。そうそうそう。そうそう。なんでそこ通じてんねん。正直やな。そうだよって、ね、言われてますけど、ほら結婚すれば離婚ができるんやでって言われてますけどね。そうですね。みんな離婚は大変やからね、気付け。もうね、モンティさん縛ってあげるって言われてますけど、ね。あれ下水って言われてますけどね。結婚して太ると結婚詐欺って言われるらしいね。はい、言われてます。寂しそうにのやめてください。ホモなのか。でね、モンティママ厳しそうと言ってるけど、どうかな。毎日モンティがラッスンごれない。ありがとうございます。もう、わけわからん。そうやね。なんか組み合わせたらええもんちゃうからね、これね。彼女じゃなくて男の子。男の娘と書いて男の子ね。奈良駅前、あ、グルドが好きとかね、ミスターサタン好きはおらんって言われてますけどね。サタン好きはね、これ結構一番コアじゃないの。なかなか特殊な方でしょ。あ、トランクスもイケメン、そうやね、トランクスもイケメンよね。はい、言われてますけどね。いや、あと言うてる間に10分ですよ、もう。はい、頑張ってくださいよ。あ、ナルシーさんもちょっとダメやね。ダメですね。モンティの彼女は右手でしょってね。おいおい、そのドチョキいらんぞ、ドチョキが。シモ好きやな、みんな本番に。右手でモンティおい右からモンティ、右からモンティね。右モンティ、ね、右モンティ右モンティポケモンやもん。なんじゃそら。なんやねんそれ。ねえ、ほらほら、早ててくださいよ。ほら、言うてる場合ちゃうよ。言うてる場合ちゃうよ。みんな乗って笑ってる場合ちゃいますよ、ほんま。真面目に深夜のテンションなってますけれども。ほら、下からモンティとか言われてるからね。ほんとよ。右から左ですね。あ、ヤムチャって一人もんやったっけ。で、ヤムチャ一人もんですよね。一人もんですよね。結局 ね、ブルマに捨てられたんじゃなかったっけ。捨てられた今。でもなんか彼女いましたよね、確か。あ、彼女いたっけ。彼女になんか、シェンロンにお願いしてませんでしたっけ。あ、してたっけ。お、北山店長来てるよ。いいですよ、北山店長、これいいよ。お、さっきの、ナルシーさんが当たったやつ。いいよ、いいよ。さあ、これ、ちょっとラストチャンスになるんじゃない。いいの来てるんじゃないですか。来てる、これラストチャンスじゃない。さあ、163回転。あ、こんばんは。で、何だと思います。クリリンですら、点々で。ね、クリリン18号と結婚しましたからね。いや、あれはめっちゃ羨ましいわ、ほんま。羨ましいやん。僕も羨ましかったですよ。18号ね、めっちゃ可愛いやん。ロボットやった時ね、ロボットってか人造人間やったよね。17号、16号のことを思い出してやってくれって感じだけどね、あれね。でも16号、私地味に好きやったけどな。あ、そうなの。あれよ、チャラ王じゃなくて。チャラ王じゃない方ね。まあ、ピアスしてるけど、実は心の優しい人ね。顔潰されるやつ。あ、青か。青か。青は厳しい。たださっきね、でもさっきこれで青で包み当たってましたから。そうね。そうそう、なくはないね。はい、結局下へ。右手がモンティ、左手がナルセココミ。こらほらほらほら、マニアックやけど別ルートの未来のご飯が好き。なんか男らしかった。これ映画版かなんかやったかな。クリリンですら、こんばんは。後ろからモンティ、前から天井。前からかい。来たーってね、言われてます。トモチンとモンティってね、カブトムシ来たーって言われてますけどね。ピストンモンティ。今回の配信はダイエットとドラゴンボールと下ネタとフミコさんでできています。間違いないですね、はい。ありがとうございます。高速モンティ、モンティ解散、モンティターン。あ、ちょっと待って、ナルシーさんもよくない？あ、そうそうそう、なんか震えてた。これこれ震えましたね。何だっけ、アメミヤ SP とかじゃないよね。V モンティ、ありがとうございます。解散って言ってるけど。あ、店長あかん。店長ダメっすわ。モンティマジック。ああ、おる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 。おー、魔天使、はい、いいですよ。これは激アツじゃない。店長あかんかった。そうだ。いや、ここはちょっとナルシーさんに行きたいでしょ。おー、そうですね、いい感じに今発展しますからね。今、もう技術さん行きましたか。2位っすね、ただ気のせいかもしれないですけど、なんか帯になった時に、はい、変な酸性柄みたいな。おー、マジで。マジで分かんないですけど。あ、でも緑緑はまだいい方やけどね。まあまあまあ、全然当たる可能性ありますよ。ああ、進撃っていうかね、震えた時の期待度でどれくらいあるんだろうとやってますけどね。どうなんよね、チャンスアップぐらい。さあ、どうかな。このリーチ結構いいんじゃないの。熱いやつだと思います。熱そう、熱そう。みんな当たると思う、これ。なるしーってね、言われてますけど。ハメルコンおんのって言われてますけど。ガスコンの来い、ガスコンの。はい、よっしゃー。ラストで。よかったよかった。いや、これもう頼むよ、 ST 頼むよ。超入ってよ、俺も。 ST 頼むよ。入って落つな。入って落つな、パターン。来た来たって言われて、なんて言われてますけどね。頼むよ。いや、見事、おめでとうございます。 ST 頼むよ、 ST 頼むよ、 ST 頼むよ。任せてください。 ST 来いって言われてますね。ナルシーって言われてますけどね。ナルシーコールが。
ここでね、7来たらね、もう確定なんですけどもね、あめっちゃ安心できんのにな、ゲローってね、なかなかここで の、 あの昇格なさげた感じですけどね、ほとんど見ないですね、なるし、トモコが隣で喜んでるよって言ってたら、延長確定、本日最後の見せ場、モンティやるなって言ってますね。ここまではさっきも見たから問題はこの後危機回避できるからそこですよ、これ SSSC セインカミューチャンスって言われてますね、ごめんって、ね、安定の未知の機構な、そうですね、間に合ったね、ゼロでナルシーがラッスンご狙い、ありがとうございます。さあ行くよ、さらにセインカミューですよ、ここですよ、あこれ保留、あ保留、シルバー保留、シルバー保留、ちょいチャンス、シルバー保留でミルディ行ってますんで、この次ですか、ちょいチャンスやね、もう次ですね、セインカミューでね、キコーナは2時からが本番、どうせ負けんのかーってやってますけど、あーでも強攻撃強いですね、トモコが俺の上で飛び跳ねて喜んでるどんなやん、はい、いやー ST 入って、あーやばー、まあ、ここからここから連打、藤田玲さんって言うんですけどね、ちょっと頑張ってもらいたいですね、この人、あこの人そんな名前なんですか、藤田玲さん、どうだ、おーやったー、やったナルシーやるー、ナルシー見せるー、ナルシー来た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 、よかったよかった、来た来た、これで女の人の、そうですね、ウタさすが俺の嫁って言われてるけど嫁やったんや、いや見事おめでとうございます、なるやん、あ今セインカミュー弱攻撃やったよ、あ弱か、あ弱なんや、やったーで下も熱い、ありがとうございます、トミコも負けてないくらい喜んでるよ、ありがとうございます、来たーってこと、いややっとやね、やっとか、ええな、危機を回避するのが仕事なんですね、主役なのにって言われてますけどね、あとは確かに、ボタン押しっぱでいけるのとかで、連打今回どうなんだろう、押しっぱでいけるのかな、あ、上がるんですかね、はい、来たーで、わーいわーいって言われてますね、いやちょっとここからね、ちょっと ST の、いやー皆さんお待たせしました、ね、現在1時55分でございます、ございますね、ようやく ST が見えるという形ですね、はい、ご褒美だケツ出せって言ってましたけどST おめでとうって言ってますけどね、よかったわー、いやーよかったですね、やっとだシャカーってね言われてますけどね、みんなシャカ好きやな、シャカ大好きですね、マイクどうなのって言われてます、駆け抜けないで、北村店長はちょっとやばそう、やばいですね、パッティンが、あーなかった、嘘やん、マジかもうスルーして気まずくなるやつかなって言ってますけどねおめでとうって言ってますね、よかったよかった本当に、ね、ですじゃあここからねちょっと2400発の威力をね、そうですね、見せてほしいところですけどね、以上 ST ロング ST ですもんね、100、はい、195回転ですね、そうかそうか、結構速そうやけどね、駆け抜けたらね、女の人の曲流れてますこれ、どうなの、これ、あ、上かスピーカー、なんか曲選べるんでしたっけね、なるちゃんご褒美のためにベッドで待ってるね、お願いしますいや、多分男やね、ね、スルー夜ゼロって誰がやってるの、俺カノエイコにしか見えて仕方ないと言ってますけど、いやいや、カノエイコと一緒にしちゃダメですよ、いやでもっぽいな、でもなんかね、藤田玲さんっていうね、いくつぐらいだったかな、結構若い俳優さんだと思うんですけどね、結構男前ですよ、男前ですね、いろんな人のおかん抱いたけど小川のり子が一番やった、私は旧姓小川じゃないんで、はい、私のお母さんのり子ですけどね、今日断密過去ビーバップで16連したあまりにも ST 抜けなくてビビった、そうですね、店長がベッドで待ってるよそれいらんかな、まさかの展開じゃないですか、びっくりするね、あクォーターなんだっけ、そうそう、なんかねこの方はクォーターらしいですね、あそうなんや、ちょっとお顔がね日本人チックというよりはちょっと外人の血が入ってるのかなって感じですね、エキゾチックと言いますかね、はい、ナルシー、トモコと一緒に待ってるよ、寄り道しないで帰ってきなさいお父さん、お父さんおるね、お父さんありますね、誰、はい、ゼロ役は松田に見える、あライアーゲームとかに出てる、あ松田翔太のことかな、ゼロの人イケメンすぎて抱きたいと言ってますけどね男の人かな、男ですね、間違いなく男ですね、そうですね、私ちなみにこのダンっていたの覚えてます、ガロで、はいはい、ダンの人のね顔が一番好きですね、そんな中やったら、どんな顔やったかな、結構ね爽やかな感じでしたけどもね、さあ保留変わるかな、これなんか、あーこれこれもあれ、あシルバー保留行きましたね、ちょっとチャンス、先外れたで俺それ淡々と言う自分が外れたら言うねこれねさあ今ちょっと前兆というか先読みありましたね、ナルシーさん ね右下の方はねちょっとシルバー放流来てますけど、あーあーいかんかったかな、あーダメですね、
さあここから疑似年ですね、モンティさんの方がね、ナルシーご褒美あげよう、弟か妹どっちがいいってやってますけどね。いやでも弟でしょ、弟欲しいね。あ、太っちゃったけどイケメンだね、ダンの人って。そうですね、ダンは市原隼人みたいなやつだろう。あ、そうそう、ちょっと顔似てるね。スルーしないでねと言ってますね。ちょっとナルシーさん、1回ぐらい当てたね。そうですね、1回は当てたいですね。はい、ダンの人は初登場時と比べてかなり顔が丸くなってる。あ、そうなんや。ダンの人ゲームしすぎて遅刻したんだっけって。そうだ、よう知ってんなみんな。めっちゃ詳しいやん。お前すごいね、みんな好きやな。すごいっすね、安定のスルーってね。ナルシーさん早く当ててトイレに行きたいと言ってますけど。もうちょい待ってくださいね。はい、言われてますけどもね。最後の見せ場やから音量もうちょっと上げてくださいって言ってますけどね。じゃあどうします、保留終わったらちょっとだけ上げます。これヘソ放流で落ちるとか大丈夫？通常落ちとかやめちょっとドキ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 しますけど。あのそれは伊勢崎店がやったらしいです。そう。こわ。二分の一引いちゃったらしいですよ。そう。あの時は、はい。まあまあね、まあ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 大丈夫でしょう。ちょっとお待ちください。ヘソで落ちろと言ってますからね。そんな奇跡ね。いやありえるみたいですよね。まあまあね。ね、こういう時に限ってありますからね。怖いな怖いな。通常落ちしないで。だって久子の息子やもん。やこれ抹茶のことか。ダンの人はサジェストにラブプラスって出てくる程度にゲームすぎ。あ、そうなんや。へえ。山本翔馬かなんかそういう名前やってない気がするけど。そうですか。確かそうやってない気がする。大丈夫だよ、ナルシーを信じようと言われてますんでね。これ音量変えれるのかないですね。あ、いけますね。いけますね。じゃあ行けますか、6ぐらいで。これ、はい、そうですね、周りがあんまり大きくないので大丈夫ですね。大丈夫ですよ。はい、じゃあ音変えましたんで大音量でお楽しみください。行けますかね、はい、はい、あと何回ぐらいですか。あと110回ぐらい。112回。そうですね、はい、これこの曲、これこの曲ですね。あ、女性ボーカルね、聞こえますね。これ誰が歌ってんのやろ。モンティ元気って言われてますね。モンティさん頑張ってね。当たら当たらすぎてもう。あー惜しい。剣が刺さ、残念、惜しい。当ててねーってね。あ、来た、俺の一番好きな曲って言われてますよ。これいいっすね、なんか。なんか疾走感ありますね、うん、すごい。かっこいい。誰が歌ってるんでしょうね、これ。あー、ちょっとちゃんとわからんな、これは。ジャムプロじゃなさそうやな、ね。じゃないでしょうね、うん。ここからはね、ちょっとナルシさんの引きが試されますんで。おい。これ今1画面ですか。今1画面で、2画面ちっちゃくしてます。ああ、奥井まさみ声がちょっと違うような気がすると思います。 JP さん元気って言ってますけど、ね、あ、大丈夫ですよ。なんで分かんない分かんない。じゃあもうあとは堤に託しますわ。託しますか。託しますか。いや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 。店長ちょっと顔芸で遊んでください。いやあ、疾走感とか言うからするんですよ。消化スピード速いねーと言ってますけどね。いやもうあと80かじゃない。やばいっすね。やばいぞお前。やばい。一応あの大当たり確率言っておきますね。140分の1ですからね、約。なかなかスルーしそう。なかなかいいねよ。さっき言っときますけども。やばい。JPシボーススルーしそうやな。翔ちゃんって言われてますね。翔ちゃんって誰。翔ちゃん。翔ちゃん。翔ちゃん。あ、これ彼女彼女見てんのかもしれない。嘘マジで。もしかして放送のことは言ってるんですか。あ、言うてます。 言うてるんですね。ありがとうございます。じゃあそうちゃん、しょうちゃん、もう無理って言われてますけどね。まだ諦めるな。一応継続率的に言うと 75% ぐらいというふうにね言われておりますけど、ね、どうね、もう無理。いいとこ見せろよ。見てる。あ、見てるよって言われてるよ。これ彼女じゃないの。彼女や。おお、ちょっと彼女の名前教えてよ。え、あだ名、あだ名、あだ名じゃあ、あきで、あき、あきちゃん。あ、ミドルホール来た。どうかな。変わってしょうちゃん頼むわ。これ違う人やね。あ、でも煽ってる煽ってる。ダウヘルよりも重い消化の疾走感、出玉の疾走感。はい、かいさん泣きそう。あ、赤、赤ですよ、赤。これはでも実装あるでしょ。あ、これは来たでしょ。あきちゃん、いえいえ、あきちゃん見てる。あきちゃんこんばんは、あきちゃんこんばんは、あきちゃんって言われてますね。あきちゃんすごい。スルーしたらお正気。あきちゃんって言われてますけどね。さあ、テキルビ3つ。どうかな、これ微妙。あ、赤かったっすかね。おいちゃん以来のキャラクターか。これ、技のこう弱とかあるの。弱、中、強とかは。お、こい。うわー、うっそ。うわ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 、いいねって言われてたけど。
あら、はい、じゃあ復活もないわ、もうこれ駆け抜けや、やばい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 で、ね、駆け抜けるぞ駆け抜けてしまうぞ、これはアキちゃん、アキちゃん、今のね、ナルシーさん見て一言くださいこんなカッコ悪いやつでいいんですかやめとけ、やめとけアキちゃんはティーバック派ですか、どうですかね、ジャンプして満月バックに攻撃したら強攻撃、今のは弱攻撃、あ、そうなんや、せっかくのオマットさんだったのにスルーの稼働数店長、髪切りに行ったんかでね、髪切りに行ってないけど行ってないでしょ、今のが多分弱攻撃、あと飛んで攻撃するのがある、まだミドルホール行きましたね、おー、来た来た、煽ってる煽ってる、頑張って頑張って、来たの、あー、でもカット弱いっすね、煽おうか、ちょっとしたらテンパイもないかな、煽おうやばい、まだまだまだかっこいいかっこいい、これはあるでしょ、これ見せてるやん、これはあるでしょ、翔ちゃんかっこいいよ、翔ちゃんかっこいい、え、これあ、ほら、ほら、もう1やったらね、勝ち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 でしょ、これアキちゃん、ナルシーに力を与えますよ、やったやったー、いや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 、見せるね、わらわらやるな、あれやね、ST の7点はもう確定でいいよね、もうほぼ確定、おー、いいねいいね、よいしょ、いいな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 、今ね、心底ね、いいな、いいな、いいな、あ、来たね、いいね、はい、2400おめでとうございます、2400すもんね、これね、超絶ボーナス、うわ、すごいね、いや、いいね、絶頂ボーナスね、はい、初代の歌が聴きたいって、初代って何やったっけ、これかな、普通のこれじゃないですか、ですかね、いつものともちゃん喜びすぎて妊娠したって言ってたお母さん、お母さん、どういうことや、柔らか騎兵こだまちゃんみんなのトラウマこだま撃破と言ってまおい、あきちゃんが命と金塊に、あきちゃんおめでとう、あきちゃんがおめでとうあきちゃんナルシーさんじゃないんや、あきちゃんの手柄になっちゃったあきちゃんおめでとう、そうやね、あきちゃん、あきちゃんのためかな、しょうちゃんって出たからね、いやー見事ですね、はい、さっきの緑堀をちょっとスルーした時はもうまさかと思いましたけどね、あれまでスルーしたらもうほぼ駆け抜けるでしょ、そうですね、ともちゃんおめでとう、え、満州構造って言ってますけどね、満州構造関係ないからね、じゃあボンド店長に1回当ててもらおうかって言ってますけどね、 ST 変わりますか、じゃあ、ST ですか、はい、いいんですか、いいですよじゃあちょっとね、じゃあそれ打ち切ったら、そうですね、はい、あ、翔ちゃんご褒美あげるねって言われてますよ、なに、これ彼女よ、彼女、嘘、ほんとほんと、同じコメントの人、同じ方がコメントしてますんで、あ、マジですか何やろお前ご褒美って、おい、うん、どういうことや、めっちゃ怒ってるモンティですね、モンティよ、モンティ、モンティよ、モンティしてくれました、モンティよ、ありがとうございます、いやいい歌ですねこれね、翔ちゃんギヤギヤしてるあ、トイレ我慢した甲斐があった、今じゃあ今すぐトイレ行ってください、ね、もう当たってる最初にトイレ行ってください今のうちですよ、あのこの後ボンド店長がちゃんと当てますからね、そうそう、当てますよ、なんかねちゃんとお見せしてくれます、はい、ナルシーはゼロ、にやけすぎ、ナルシーのモンティに高エネルギー反応ってぶち抜かれますんで気をつけてください、はい、いやこれもしね、北山店長抜けたらちょっと笑うけどね、さすがにないですよ、 75% ですよ、マイマイさん、フラグは立てすぎたらないよそれはいやそれは面白いけどね、いやそんなね、よっしゃ、じゃあ交代やつ、さあじゃあ俺に任せ、もいちゃんは花丸あげてたね、そうそう、あとは花丸上げるっていう、あきちゃん、あとは俺に任せ、おナルシーのモンティが絶頂ボーナス、ありがとうございます間違いないね、ボンド店長には期待してないから気楽にこら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 、絶対当たるでしょね、こんなん、いやそんなだってお前 75% つったらすごいよねえ、ナルシーさん当たりますよねこれはね、絶対当たりますよ、ね、いくらなんでも当たりますよねこれはねさあ解散って言われてるけどね、いや早い早い早い、まだ早いですよ、あ抜けるの確定って、ね、アキちゃんきっと裸にエプロンだね、抜け風のこと言われてますね、まあまあまあ、ボンド店長の嫁の名前知りたいという人いますよ、あ嫁はミサです、あミサちゃん、はい、はい、北山ミサさんですね、そうですね、はい、ボンドに期待感皆無いやいや期待してよみんな、生温かい目で見守ってますモンティさんどう思います、店長当たると思います、いやもう店長やから当たるじゃないですか、あ店長やから、おお
いやいいこと言うね、モンティ店長やからっすね、まあ、ね、無論ね、この辺はね、店長の意見をこう見せないとダメですからね、やっぱ僕だって見せとかないとね、お、この意気込みですよ、これね生温かい目で見守ってます、あとは駆け抜けるだって、指名だからミサさん、ボンドに力をここにも外し職人おるんか、ゲスパワー茨城サイト支部誕生、そうです、ね、ここで当たらなければハメる君、金色になれって言われてますよね、ミサーって言われてますよね、さっき名主さんどれぐらい並びましたっけ、いやもう残りちょっとやばかったから、ね、50回転ぐらい、あ、煽り来てるよ、煽り来てますよ、いやこれない時もあるんですよ、先なかったっすよね、先なかったっすね、これね、来ればいいね、来い来いあ、来た来た、これのちっちゃい、めっちゃちっちゃかったよ、こんなめっちゃこんなこんなちっちゃ、なにこんなあるあるちっちゃかった、今までで一番ちっちゃ、今のサイズ存在するんすかちっちゃあれお金特別でしょちっちゃく逆に確定みたいな、今のリアクションが重すぎて、保留と一緒ぐらいの大きさですよなって思うな、ちっちゃ、あんな小さいのあんのか店長、ボンド店長のやる気スイッチ、ちっちゃ、ある意味当たりやんけ、ある意味当たりですよ、今すげーわこれ、びっくりしたあんなちっちゃいのあんねや、ちっちゃかったね、画面に対して比率が小さいのやろっていう逆にプレミアかと思いましたよね、なかなか見れへんやつでしょあれ、店長専用コンロ、専用コンロ見せたな、ボンド店長らしい店場、また来たよ、また来たよ、また来た、来た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 、どうかな、どうかな、おお、はい、おお、やったこんなん、こんなんあんの、あー、あってみるよ、あー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 、ねえ、店長今ちょっとびっくりしとったけどね、当たったよ、ありがとうございます、なんなんだよいやいやいや、おもろかった、大島さんおめでとう、おもろい、なぎこのドタバタないと思いきや当たったっていうのですね、あれあんなタイムラグあるもんなんですか、ちょっとびっくりするよ ね、 あれなんかあれとレアパターンみたいな感じあれはあれにあれですか、リングと双璧をなす、あの時間じゃないですか、あれはあ、2回煽りがあるから注意やで、あ、なるほどね、小さいのはやはりプレミアかって一品外してますから、びっくりしたわ店長ちょっとでもびっくりしたね、いやびっくりしましたさすがです、あ、おもろかった、一瞬後ろ向いた時のリアクションが面白かったんですけどもね、はい、ちょっと面白かったけどねいや当たってよかったですね、よかった、おめでとうございます、ありがとうございます、モンティさんちょっとやってみたい ST、 じゃあ次お前やれや、モンティさんですね、最後ね、じゃあこれでね、一回も当たってない、お前ちょっと リアルに一回も当たってんやん、いや僕はもうやっぱり気候なチャンネル初登場モンティさんに見せていただくと、最後ねちょっと見せてもらわないと、ね、モンティに見せてもらいましょう2時間ちょっと何しに来たか分からないもうモンティがモンティするだけのね名言そういう言葉が生まれた、そうそう名言が生まれただけになりましたからね、はい、いやでもここでねちょっと見せ場がモンティ当てないとモンティされるよ怖い怖いモンティモンティ怖いね、モンティという言葉何を指してるのか全くわからないんですけどねモンティマジックで先生って言われてますけどねいやよかったよかった、いやよかったですね、モンティのモンティでやったれって言われてますけどモンティ汎用性ありすぎるとりあえず何でもいいからモンティ言うときは面白いって言う形になってますからね今ね、しかもあのこの語呂がなんか言いやすいからね、言いやすいから JP かモンティとかわけ分かれへんから俺がモンティってどういうことやねどういうことやねいやーいいですね、はい、それでST突入と、じゃあ次ちょっとモンティさん頑張ってください、ね、じゃあ行きましょう、今回は69回転のあたりでしたね、はい、じゃあ右モンティの本領発揮って言ってるんでね、はい、じゃあちょっとモンティさん引く自信ある？ ありますよ。そんなもん。じゃあどの口が言うとんねんお前。で、ね、これで抜けたら番組的に美味しいけどねって。そうね。いやーどうすかねここで、抜けるかね当ててもらえるか。モンティ左打ちしろと言いますけど、ね。最初の100回転ぐらいがあれらしいですね、あの一発告知の形になるみたいな、ね。そうなんや。そうなんや、ね。はい。それ途中から演出の仕方が変わるみたいですけどね。はい。さあここから。ね、あの打ち手が変わりましたんで、そうですね、あ、なんか煽り来てるよ、でも、緑か、緑からのちょっと弱い、緑の先読み、あ、またこれや、あ、来たぞ、あ、なかった、なかった、あ、なかった、なかった、残念、急行後モンティ究極 V モンティ見せろ、フミコ応援してるよ、モンティをモンティにモンティしよう、どう
どういうこと、どういうことする。これで抜けたら腕立て伏せ全員ねって言われてますけどね。いや、全然おかしい。出るか下からモンティって言われます、ね、いやーどうかな。いやまだまだね、まだまだありますから、まだありますから、70回もありますから。なんたって 75% だからね。そうそう、なんだかんだ言っても、なんだかんだ言っても続きますよ。そんな引き悪いスタッフいる店じゃ運気下がりそう、げっそりって言ってますけど、そんなことないよ。まあ、ないよ、ね、大丈夫、大丈夫。ちょっと先読みが弱いの多いけど大丈夫かな。いやだ、まだ、まだ、ね、まだ30回しか回ってないんですよ。まだまだ160回ぐらいあるからね。まだ余裕ですよね。ね、皆さんちょっと見守ってあげてね。もうビシッと当てますからね。スルーしたらみんな立って横並びでモンティ披露してね。できひんわそんな。バンなるわ。モンティはインゴって言われてますけどね。勝手に勝手にインゴにしたのは誰よ。やっぱそうなんや。インゴじゃない。そうそうそう、インゴやったよ。また来た。あ、来たよ。あー、ないね。お前のやつ煽り弱ない。弱い弱い、確かに弱い。なんか全体的にポンティはオブジェって言われてるけど。あ、ホルバーター。おーおー、緑ホルバーター。これ、これ、これ、これはあれじゃないですか、さっきのちっちゃいやつね。ちっちゃいのかな、大きいかな、ちっちゃいかな。果たしてリーチなるかな。どっちや。お、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい。あー、来ない。まだわかんない、まだわかんないよ。わかんないよ、まだわかんない。あー、危ない。うわ、ポンティーって言われてますよね。いや、まだ140回ある、大丈夫。大丈夫。ちっさーって言われてますよね。あのね、あれはちょっとちっちゃいよね。でも、我々、あの、ST というの今日初めて見ましたので、ある意味興奮してますけどね、はい、あれね。ああいうもんらしいですね、あれはね。ちょっと面白かったけどね。はい、さあ、頑張って頑張って。みんな見守ってますよ、後ろで。ありがとうございます。もうプレッシャーが今、後ろからひしひしとね、多分モンティさん感じてるかと思う。また来た。お、今カウントダウンありましたけど、どうかな。カウントダウンからの。これゼロまではいかないけど、どうなのかな。からの、からの、おーっと、あー、むしろ、おー、当たり、あー、抜けた、すごいすごい、当たった。こっち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 、この2つね、やったやった。嬉しそう、嬉しそう。そして変な汗をかいています。お前めっちゃ変な汗かいてる。プレッシャーにかった。プレッシャーにかった。いや、やりよったーってね、書いてるんで。いやー、よかったよかった。やっぱ当たりますね。やっぱり一旦して入ると早いです。すごいね。これでもだって 2400×3 ですよ、7200% ですね。はい、3年って言われてるけどね、みんな。あとはあのアタッカーがダブルアタッカーですね。ほとんどは漏らしませんもんね。ついでに JP もやってみて。やってみます。俺は今まで過去森口店とかでいろいろ SP の際をもらいまして、ことごとくスルーさせてきた人間ですよ。そうそうそう。じゃあやりましょうよ、これ次。じゃあやっときますか。いいんですか。いいですよ。いいんですか。もうあのそのスルーした時点で一瞬見せ締めますから。だからもう残り10回転ぐらいになってからもうみんな引き上げますから。エンディングになるから、エンディングになるから。そう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 。5連すればいいところやでって言われてますけどね。うわー、ボンド店長、いきなりそういう大役を僕に最後押し付けていいんですか、それは。いやいや、僕信じてますから。マジっすか。ロシアンゼロって言ってますけどね。じゃあ最後 JP でやろうって。JP の次はバイバイやろ。いや、そこまでやったら時間いっちゃうんでね。まあまあ JP さん次第ですね、はい、初見ですが面白かったです、ありがとうございます。また来てください。 JP 男見せろってね、言われてます。どうせスルーやし、エンディングしながら小さく映しといて。お、いいぞ、その扱い嫌いじゃない。あ、いいね。ちょっとずつ小さくしてたら、じゃあ、あの ST イグにしたがってね。そうそうそう。あと、あと100回、あと50回は。徐々に徐々に。え、打つ前に質問ですが、JP さんの嫁の名前なんですか。独身じゃん、わしは。ということでね、酷な質問です。酷ですね。みんな分かっててやるからね。そうね。はい、誰が抜けるのかレース。一旦ST入ったらそれも面白かったかもしれない。お前、冷や汗かくわ、ほんまに。じゃあちょっとね、モンディさん、じゃあうちのね、ちょっと JP と変わっていただいてね。あ、ちょっと待って、ST… あ、V、はい、出ましたね、今ね。はい、これはこっちのとこかな。あ、来ましたか、来ましたか。はい、じゃあ、不詳を私、打たせていただきます。はい、じゃあお願いしますね。お願いします。お願いします。頼みますよ。あ、そっか、あのハンドマイクやから。ちょっとあの音小さくしてもらっていいですかね。
あ、絞る？はい、大丈夫ですよ。喋ってみて。ああ。いける？大丈夫。はい、OK。じゃ今ちょっとね、ゼロちょっと大きくしてますね、画面ね。はい。何回目ぐらいでちっちゃくする？100回転いったらちっちゃくする？もうそっからエンディングの準備してもいいと思います。はい100回転から久々に大の注目の出る配信ちょっとそんなことないよ、みんな頑張ってるから。なるほど、 ST 抜けを防ぐには打ち手を変えればいいのかって言われてますけどね。頑張れパウエル、彼女はモンティって言われてますけどさあどうかな。どうでしょうね。やっぱりあの速い回転で当たるとね、なんか ST 続くような気はしちゃいますけどね。そうですね。じゃあ JP さんの次は前々ですか。どうかな。さあ、私結構この煽り好きかも。これいいっすよね。面白い。謎一発告知。おお。おい。ここからですね。からの。ここからの。はい。はい。これ2回行った場合は確定なんですかね。みたいですね。今のところ2分の2ですよね、それは。さあ皆さん見守ってあげてくださいね。怖いわ。逆にね、続けばやっぱりゼロってこんだけ爆発力あんねやっていう放送にはなりますけどね。なりますね、ほんでね。おお、ああ降りなかった。今帰宅しましたってね、まだ放送やってて嬉しいようでね、ありがとうございます。あ、確定じゃないんよ。確定ではないよ。確定じゃないよ。2回でこれ外れたらもっとショックやん。いや、それいらんよね。立ち直れないでしょ、あれ外れたら。 JP の ST はもう YouTube 版にダイジェストで上げといて編集してね、外れるよ。 JP さんなんか歌って、毎回50回転でモンティすればいい。緑ポリオですね。煽ってるよ、煽ってるよ。これは、これ熱い。からの、おーおー、でかいでかい。もう一回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 これ香ばしいよ、香ばしいよ、香ばしい匂いしてきたよ。来た来た、マジかよ。だけどJP 当たってんの。 JP さんじゃなくてね、一応当てたんはね、ナルシーさんでね、サイトのスタッフさんなんですけど、今 ST が誰が抜けるかゲームやってます。さすが、2回で外れありは相当低評価やった。 JP 当たったらモンティしてね、終焉の JP 降臨あるで。うわーって言われてるけどね。おい、マジか、まだ140回ありますわ。やばいね、さすが判定の JP 降臨っていう。あれは普通に外れたりするよ。 JP のモンティがモンティされる。いや、あれ外すの。まあね、最初から大きいので結構ね、見なかったけど。 あ、緑だった。あ、違う、あれ今、煽りが来て、剣煽りは結構熱かった気がしますよってね。 JP の呪い、 JP ダメージでかい。赤ホリやったら当たってたからの、ちっちゃい、これはないですね。もう一回、次ですよね。次ですね。あ、ない。この掘り、あ、そうやね、緑ラリー、ここで引けるかどうかが今年結婚できるかにかかってます。そんなそこまで占うよ。そんなでかい占わんといて、それそんなでかいことかかってくる。嘘。あ、これやばいじゃない。緑でしょ、今の。やばい。嘘。やばいやばいやばい。ヒーって言われてますけどね。やばいね。いや、まずいですよ。ちょっと焦り出しましたね。やばいよ。流れ来てるねって言ってますけどね。嫌だな、怖いな。あ、53。エンディングの準備をですね、ボジュさん。結婚できないのか。された方がいいんじゃないですかね。はい、緑捕虜空気ですよって言われにはね、さっきモンティさんとか当たってましたけどね。来てるねって、クスクスって。ジェビさん美味しいなって言ってますね。美味しいな、これ。マジかよ。140分の1はきついなってね、ふふーってやってますけど。あが来たか、結婚、あ、ダディ結婚なくなるまでってカウントダウン始まりました。53、ざわざわざわ、さすがってやってます。わー、嘘。 JP さん当たらなかったら今度ジャグラーしか打ったらダメって言われてますけどね。そんな縛りやめてや、プライベートで打たせて。ねえ、だから結婚できないんだよって言ってますけどね。そうやったんか。それは言うたがよ。そうやったんか。みんなきついな。きついわ、ほんまみんなきつい。えぐられるな。あ、煽り来てる。煽り、おお、赤まで行けば。あ、100なったね。あー、名もなし。ジェピさん、ちなみに ST ってあんまり得意じゃないって言ってたっけ。僕はバトルの方がはっきりと得意です。
そう、最近鉄矢2にめっちゃハマってるらしいんですよ。あ、マジっすか。あ、3点3点して、あの背景ちょっと変わりましたよね。これ残り100回って言ったんですけど、はい、あのこれで演出が変わりました。あ、なるほど、当たり方のバトルみたいな感じですね。あ、なるほどね。結婚まであと何回転かなって言われてますけどね。JP さんコメントの対応の時目が死んでるゼロの確率引けないんだから結婚相手も引けないよ傷すぎやろ傷つくよ JP さんね。実はガラスのハートやからね見守ってあげてる。鉄矢、おお、緑来たよ。変わって変わって変わって変わらんのかい。ちょっと弱いかな。これは弱いか。うわ、青カットはないな。あとはテンパイ、あー、9か。あー、ない。あー、テンパイもせず。やばいね、これ。皆さんどう思いますかこれ。これはだいぶ香ばしいですね。香ばしい、匂いますね。匂いますね。匂いますね。だいぶ焦げ臭くなってまいりましたね。こびりついてきた。さあエンディングいこうか。レミ早く当てないと今年はジュクジュとゼロモンティーになるよ。どうなんやろう。テンパイすらてんてんてん。もう諦める。諦めたら終わりやでって言われてますけど。どうぞ。 JP 魂の叫び。大丈夫です。まだあと60回もあります。まずい。これは高笑いしていますって言われてますね。これでも結構プレッシャーですよね。これはきついわ。罰ゲーム JP エンディングです。このゲーム意外にあるかもしれないね。面白いよ。はい、SC、 まあ SC によるけどね。全員で回すっていうのはなんか臭いね。声臭いね。声臭いね。香ばしい香ばしい。だいぶやこれはこれはガチであるんちゃうか。ないわ。やばい。JP です。ああ、結構来てますね。ああ、でもこっからやな。からの？からの？あ、ちょっと弱いか。2つは。お、あ、でも以上バトル行きましたね。上、あ、上っていいの？ボスバトル。ボスバトル行ったけど。もうダメだ、おしまいだとか言われてますけどね。まだ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 いける？まだ参るんじゃない？まだ参るんじゃないですか？まだまだ大丈夫。何言ってんかもわからないのか。これはずっと回転してるね。あ、なんだこれ。どこがいい。お、どちら。カミューで、威嚇さえの間違いだ。セインカミューでね、余命って言われてますけどね。おっ、あー、ダメダメか。からの、いや、からの連打、連打、連打もない。これもあかん。これあかん。これあかん。これあかんぞ。あかんぞ。あと何回？え、マジで連打もないの？あ、もうやばいんちゃう。50回切ってるやん。やばい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 。じゃあちょっとずつね、小さくなりますんでね、今回は。嫁こなすって。いや、マジかよ。壁小さく、今小さくしました、ね、やばいね、これ。あ、これはないわ。あと何回？もうあと36回やもん。やば。ないで、これ。その小さいボタンじゃ無理。あと30回で140分の1。じゃあ20回ぐらいになったらもう皆さん、あの定位置戻りましょうかね。おやすみなさいって言われてますけどね。おやすみ。JP さん、危機回避できず。俺いつも危機ばっかりやからしゃあないよ。JP さんにアキちゃんのビンタやって言われてますけど、なんていうかドンマイって言われてますけど、ね、声もかけれないよね。あと何回？あと24。あ、もうやばいね。もう無理か。解散って言われてるけど。あ、20回。じゃあ皆さん定位置戻りますか。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。 JP さん安定やな。いやいや、はい、ということでね、はい、ちょっとね、 JP 選手はまだ打ってるんですけども、まあちょっともう無理かな。はい、はい、お疲れ様でした。そうですね、はい、今日ね、3台ゼロ打ったんですけども、ね、じゃあモンティさんから感想をちょっと軽く教えてもらっていいですか。あ、今日は初めてのニコ生で、はい、ちょっと緊張していいところを見せれず、もうダメダメでした。そうです。まあでもね、最後 ST の、 あの引きは良かったと思いますので、ね、あ、そうね、あ、それだけ本当に。またね、おこぼれもらいました。おこぼれもらった。まあ、ぜひまた出ていただいてね、次はプレミアとか出していただけるように頑張ってもらいたいと思いますのでね。モンティさん、ありがとうございました。はい、ね、はい、今日も多分流行語モンティになりましたので、ね、流行語ありがとうございます。そうですね、はい、じゃあね、次ナルシーさん久しぶりでしたけども。ああ、そうですね、まあ、まあ、でも5分前にね当たり引いて、やっぱ今回僕見せ
ましたよね。そうですね。ST も入って、ね、AST もちゃんと当たって、はい、出玉やっぱありますよね。そうですね。人はこう超えちゃうんで。そうですね。今まあちょうど何年目？4年目か。そうですね。まあでももう4箱ぐらいね出てますんで、でね、いやいい感じかなと思いますね。はい、楽しかったですね。楽しかった。はい、いやね今日はちょっと MVP かなと思いますけどね。ですね。はい。じゃあボンド店長今日もちょっと、はい、はいって。初当たり引いたんですけどね。初当たりはね、はい、しか引けなかったですね。はい、ちょっと連ちゃんが見せれないね、健康症になってますよね。本当にちょっとやばいわ、どうしようかな。ねえ、いやちょっとお清め しますか、なんかね。お清めちょっとしてください、ほんまに。ねえ、本当に。はい、いや、まあ、ST はね、1回当たりましたんでね。そうですね、ST はちゃんと、はい、回避はできましたけどもね。はい、回避しました。JP さん、はい、JP さんは、まあ、あれですけど。あー、終わった？はい、終了、はい、選手お疲れ終了。はい、ということで、画面終わりましたということで。はい、ということで、茨城サイトでね、じゃあお知らせありましたらお願いします。あ、じゃあ、キセラのじゃあね。あ、いいですか、キセラ最後もう一回、はい、わかりました、いきますね。はい、今日からですね、はい、見えるかな。あ、見えてます、大丈夫ですよ。見えるかな。はい、大丈夫です。4月18日いい顔してるわ。今日11時から、はい、8時、20時ですね。そうですね、まで、新規会員様募集を開始、はい、開始いたします。そうですね、はい、はい、で、まあ、川西市、稲川町、豊野郡、池田市、宝塚市、はい、伊丹市、はい、豊中市在住の方が、はい、今日だけは、限定です。なるほど、今日だけはですね、はい、今日だけですよ、はい、で、明日からは、はい、一般の方もね、一般の方も、全国の方、全国、はい、北は北海道、ね、南は沖縄で言ってましたね、言ってましたね、宮殿町、はいはい、まで、行きますんで、で、はい、まあ、23日にグランドオープンするということで、はい、そうですね、はい、で、それのスケジュールがですね、そうですね、出てましたね、こちらでございまして、はい、4月23日が、13時から、はい、20時まで、はい、で、24日が、13時から21時まで、はい、で、25が11時から22時まで、はい、で、26が11時から22時まで、はい、で、27日から通常営業10時から22時40分までということになってますんで、はい、皆様、ぜひぜひまず会員になっていただいて、そうですね、はい、で、まあ、整理券の情報とかそこら辺はまだホームページ見ていただいて、載ってましたんで、はい、はい、ぜひ、はい、参考にしていただいて ね、キセラ川岸店遊びに来ていただきたいなと思います。行っていただきたいなと。あとね、シャトルバスも出てるということ で、ね、時間も乗ってましたのでね、はい、お近くの方はそちら使っていただいたらいいんじゃないかなと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。あとね、地図なんですけども、まあ、川岸警察署南すぐということで、はい、宝塚線ですかね、川岸の瀬口から近いというふうに聞いてますので、まあ、シャトルバスもこの辺から出てるのかなという感じありますので、あ、川岸の日打ち、日打ちっていうのかな、これ。そうそうそう、もともと日打ち店って名前です。なるほど、日打ちと言われてます、はい、そうですね、日打ち2丁目の、近くですかね、そうですね、ということで、まあ、もしお近くの方ね、行ける範囲の方はぜひこちらも遊びに来ていただいて、はい、まあ、茨城サイトもね30分ぐらいで行けますよというふうにさっき宮店長おっしゃってましたんで、そうなんで、はい、はい、ぜひいらしていただきたいなと思いますので、ね、はい、よろしくお願いします、はい、まあね、茨城サイトもリフレッシュオープンというかね、はい、リニューアルしたところですのでね、はい、まあ、今日から、まあ、はい、ね、デビルマンが営業開始ですのでね、はい、あと20日前と修羅の時とね、まあ、パチンコも高田組のアマレシとダンバインと、ダンバインと、はい、高田組は1円にも入りますんで、はい、そうですか、はい、まあ、ぜひこちらも寝台ですんでね、そうそう、こちらは20日オープンになりますので、そうですね、お間違いないお間違いなくね、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、じゃあ今日の MVP はもう誰が何と言っても、まあ、そうですね、ね、ナルシーさんだと思いますんでね、逆 MVP はもしかしたら JP さんかもしれないけど ね、 そうですね、これは確実にまだ打ってるんですけど、まだ打ってる、まだ見れ打ち、見れ打ちしてるよ、このおじさん見れ打ちしてるよ、見る、横顔がすごいほら、そうやばい見れ打ちしてるからね、この人ね、はい、はい、もうね、そんなことはほといてね、はい、来週の金曜日は、茨城店、そうですね、庭商店長の茨城店からの放送になりますのでね、はい、そちらも、お見逃しなく、見ていただけたらと思います。次は、その次が茨城サイト店でまた店長集結になるんですかね。そうですね、はいはい、また機種とかはね、また後ほどというか、う、ね、また来週ぐらいにまた発表できたらなと思いますので、ま、3人で決めます。そうですね、はい、よろしくお願いします。明日は土曜日なんですが、神戸地方スロット館から、ハード店長とね、
大工中村さんが出ますので、またその辺もご期待いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、本日ね、金曜茨城サイト店パチンコパチロ対決、美しく勝て見せたもん勝ち、本日もね遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。はい、それではまた明日お会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。バイバイ。寂しすぎるね、これも哀愁が。なるほどね。さすが番組のことを考えてくれてますね。よく分かってくれてますね。いやね、かなりね、ちょっとお辛い感じかな。大丈夫大丈夫。赤放流来てちょっと音鳴ったんだけどね。そうなりましたけどね。ダメだね。じゃあ次回ね、また次回ね。頑張りましょう。頑張りましょうね。お願いします。ありがとうございます。